いや、めちゃめちゃ口悪いじゃん。問題だぞ、こう見て。いいよ、やるよ。いや、もうこれは簡単だろ。これはもう顔面取れちゃって、またから変な蝶みたいなの出てるマユちゃんだよ。いや、もう簡単簡単。さあ、次は。いや、もう簡単だな。これはもうマユちゃんを探し続けてる森重。いや、簡単だな。でも余裕、全部余裕。あー、吉和。さあ、プップーのお時間ですね。やりましょう。で、前回、チャプター4かな、チャプター4が途中なってんだよね。確か、あゆみがうんこに取り込まれる白いうんこに取り込まれて、まあ、その後エクストラチャプターに移行したんで、まずチャプター4、うんこに取り込まれる前からやりたいと思います。なんだこの説明。よし、逃げるぞ、あゆみ。まあ、これ言うて、ぶっちゃけそんなに難しくないと思うから。だね、これ BGM バカうるせえんだ、これマジで。編集で絶対下げてないと、絶対に叩かれるレベルでうるせえ。待って、ただスタミナが。あゆみ、あゆみ、急げ。もうこれだ、このちょっと小刻み出しだ。よし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 。ちょ、これ早く切れて、この音。崩れたオブジェに混じって流れ落ちてくる。あゆみの腕をつかみ引っ張り出そうとするよしき。白いオブジェの中から真っ黒い瞳の少女が睨みつけてて、あれ、サチか。あいつも被害に遭ってんじゃねえの、あれ。うんこに取り込まれて。頑張れ、キセルマ。一瞬驚いたが、構わずあゆみを一気に引き抜く。このままサチ取り込まれて世界平和を訪れねえかな。あ、これ。ああ、離れてるか。くっついてると思ったけど。あゆみのこの顔可愛くね。なんか気持ち良さそうな顔。可愛いよな。ちょっと顔、頬赤らめてて。なんだあや。おい、大丈夫か。うん。早く、ここから離れましょう。おう。大丈夫か、体中うんこ臭くねえか。白いうんこだとしても、まあ、うんこ、うるせえな、おい。これやめろよ、マジで。マジでうるせえんだよ、これ。この音楽、頭がおかしくなりそう。いや、お前はもう頭おかしいやろ。なんだ。おかしくない。もう一度戻りましょう。おかしくなり。ほんとそれな。1は結晶は拾えたか。いや、ちょっと待って、これ戻れないか。うん、これ、うん、さっきの柱の結晶よ。ナイス。ロッキモン結晶、勝利を手に入れた。あ、うんこから勝利手に入んの。クソから勝利手に入ったぞ。え、あー、またこれサトシ側に戻んのかな。キサルギ学園 2-9、朝のショートホームルーム、かっこ SHR 前。カバンを下げて、教室に入ってくるサトシに待ちかねたようにナオミが話しかける。うん。サトシ、おはよう。おはよう、ナオミ。おはよう、ナオミ。うん。どうだった、篠崎は。ナオミは首を振る。委員長の家に行ってきたら、あ、一昨日の夜からいなくなってるって。うん。どうしよう。やっぱり、何か起きてるんだ。泣きそうな声で話すナオミ。同じくサトシも苦しい報告をする。よしきもだ。うん。隣の人にも聞いてみたが、物音がしなかったから昨日は帰ってきてないんじゃないかって。あの二人だしな。そんな言ったんじゃねえと思うんじゃねえ。やめてよ。やだよ、もう友達いなくなるの。そりゃな。顔を押さえてうつむくナオミ。マジでさ、本当にここまでやってきて、ナオミがさ、こうなっちゃうってあんま思わんかったよね。まあでも、ブックオブシャドウズの時点で若干こうなってたけど、ここまでボロボロになるとは思わんかったな。くそ。でも女子の中でもまだ強い、気持ち強い方に見えるよね。そういうわけじゃないんだけど。ヨシキの話だと、篠崎が天神症絡みで危ない目に遭っているみたいだけど、うん、あそこはもう存在しないはずだし。存在してんだよな。どこで何をやっているんだ、ヨシキ、篠崎。窓からドンテを眺めると。なんだ、あ、あれは月か、窓。ちょっと待ってや。おい、世界の終末訪れそうなってますやん。空に黒い球体のようなものが見える。ナオミ、見えるか。すごいな。だ、中島。お、空なんか眺めて何してる。ショートホームルーム始めるぞ。山崎先生でこんな声だっけ。
なんかあのひげ生やしたゆい先生の恩師みたいな人じゃなかったっけ、あのスネークだったよね大塚さんの声じゃなかったっけ、今の大塚さんの声か。担任の山崎先生が急性入ってくる。今日丹羽先生は病欠ということで、3年の英語は自習だぞ。病欠？ほらお前たちいい加減席に着かないか。どうした、窓の外に何かあるのか。先生、あの黒いの見えますか。ん、おなんとありゃ、あみんな見えてんだ、マジか。ざわざわと教室中の生徒が騒ぎ出す。うわ、マジかよ、これ現実起きてんのかい。何あれ、いや俺これ現実にあったらちょっとビビるけど、でもちょっとワクワクするな。いやまではでん、怖い、あ怖いな、ベンチだよ大地震来るんじゃねなんかワクワクしてるやついる。あ俺あのタイプだわ。休校？アホか。何かあれば連絡があるだろ。休校になったら解放してやる。ああ。ほら席につけ。どうしよう、机の上に立つな。男子はパンツ見てるぞ。おい見せろ。ヒュー。おい何色だったか後で俺に教えろ。あれ？こいつ幸子なんじゃないの？なんか幸子っぽくね？サチコみたいなやついっぱいいるぞ。スケベ。あ。じゃマジか、男子。いやでもさ、それ男子も見る男子もあれかもしんないけど、でももう見えちゃうやん、そんなしょうがないやん。サトシとナオミは目を見合わせる。サトシ、この感じって。はあ、嫌な予感がするな。おう。この予感は天神症の気配とそっくりだ。おう。ほら席につけ。ゆかちゃんとかもわかんのかな、もしかして放課後。サトシとナオミは道場学園に来ていた。泣きじゃくる少女から聞く。泣きじゃくる少女、どんな些細なことでも何かのヒントにつながればと、いろいろな生徒に話を聞いていた。みんな誰、いなくなって君誰。ミオさんっていうのね。うん、さえのきなこさんや三輪愛子さんと仲が良かったの。そうなの。はい、いつもさやかさんと一緒に、うん、可愛がってくれて。あそうなんだ。そう、うん、全然知らんキャラ出てきてる。ちょっと今戸惑ってんだけど。ミオと名乗る少女はポニーテールを引くつかせ、目をこすりながら訴える。またなんかあれかな、ゲーム外のなんかの先に出てたりすんのかね。漫画とかでは出てなかった感じするけど。何が起こってるんですか。すいません。みんなどこに行っちゃったんですか。わかりません。あの黒いの何。わかるわけないだろ。ナオミもサトシもむやみに拡散させないように、天神症のことは人に話さないと決めていた。うん。ナオさんたちのことを調べてるってことは、うん、きっと怖いことが起こっているのでしょう。そうですね。あ、まあでもこっちはどうすることもできませんからね。私なんかが聞いても何もできないのは分かっています。そうですね。だから、うん、まあ言うてサトシもナミも何もできないんだけどね。お願いです、みんなを助けてください。無理ですね。再び涙をポロポロこぼし、サトシの服をつかむ。きっとみんな苦しんでるでしょうね。ナオミは先日の篠崎マキナの団地で接触してきた三輪愛子の顔を思い出していた。冷静で余裕すら感じる表情をしていたが、どこか焦っているような落ち着かない様子を感じていたのだ。そこまで分かったんだ。正直俺たちも何が起こっているのか分からないんだ。うん、でも何か分かったらきっと知らせに来るよ。ミオは赤い目をこすりながら佐藤社長を見上げた。うん、うん、怠慢前か二人とも。幸子さんの肩代を真剣な表情でちぎるサトシの。ああ、行こうとはしてんのかな。もうちぎってるもんね。二人は幸せの幸子さんの おまじないを行ってみた。もうなんかすごいね、もう躊躇なくやるんだね。ダメだな、うん、やはり行けない。もう行く覚悟あるんだなこの二人。天神症の呪いはやはりケリがついているんだよ。そうだよね、あの
学校は崩壊したはずだもの。ああ、水とカロリービスケット山ほど買っちゃったぞ。ああ、準備はしてんのね。膨らんだカバンを重そうに抱えるサトシ。ん？これクオンや。このヘリクオンやろ。ヘリコプターなどが出動し、上空の黒い物体の調査を試みている。空の球体、あ、違う、普通にあれか、なんかテレビとかか。空の球体を眺めながら、なすすべなく道昌学園から自分たちの町へと帰路につく二人。サトシは、表情の暗いナオミを見て、家に帰れない憂鬱を察する。ナオミ、今日もクオン先生のところに行くのか？いや、もう帰れないやろ。うん、そうか。じゃあさ、俺ん家寄って行かないか？お、母さんもユカも、うん、お前のこと好きみたいだしさ。いいの？いいよ。表情が明るくなるナオミ。ああ、頼むよ。ユカを喜ばせてやってくれ。うん、でもなんかクオン先生病欠ではないんじゃないの？病欠っていう手で休んでるけど。ありがとう。なんかしてんのかな？どうなってんだろうな。そのままサトシの家に向かう途中、あ、最中、ナオミは先の路地を曲がる母親の姿を見た。はあ、工場現場の作業員のような服を着た坊主頭の若者と腕を組んで、若者の背中には異様なマーク。え？お母さん。何？母親は若者の腕に胸をこすりつけながら寄り添い、時に頬にキスをしながら、こんなん見たくないだろう、娘な。ちょっと待って、母さんもかわいそうではあるけど、ちょっともうおかしい、もう言動行動、行動が特にやばいやん。包丁研いでるっていうこともしだし。ん？え？どうした？ナオミ。その一緒にいる丸坊主の男もなんかの組織だったりすんのか？なんでもない。最悪やん。なんでもないから。マジかよ、かわいそう。ナオミトップレベルでかわいそうだよな。ゴビの声が痙攣するように上ずってしまう。認めたくなかったのか、恥ずかしかったのか、ナオミは何も見なかったことにしようと心に閉ざした。まあ、一応あのお母さん、なんか旦那ってかお父さんはもういないんだよね、確か。だからまあ恋愛とかは別にいいんだけど、関わってる男の人ちょっと怖そうじゃない？マークついてるって入れ墨じゃねえの？いやだー。ん？サトシの家に着くと、だんだんと不思議な光景が見えてくる。なんだ？サトシの家の周りを取り囲むように青々とした竹の壁が。あ、これできてなかったな。なんか、ちょ、なんなんこれ。温泉施設が出来上がって、温泉施設？あれ？声。すっとぎょうな声を出すサトシ。ちょっと家に温泉できたの？今朝までこんなものなかったのに。ちょっと待って。なんだよ、持ち田の湯って。もうクオンやん。全部クオンやん。落ち着いて、サトシ。行かれてんな。中に入ってみようよ。マジかよ。なんだそれ。玄関のドアを開けると、天然温泉はこちらと矢印が書いてある。もう病欠っていう体にして温泉作ってたの、あの人。はぁ、行かれてる。東京都上空に突然現れた巨大な黒い球体ですが、うん、この後18時から防衛省情報本部より発表があります。おう、まあ多分分かんないだろう。え、ゆかちゃん。脱衣所に入ると裸のゆかがいた。おい、ちょっと怒られそうやん。でもさすがに大丈夫だよな。怖いわ。どう俺後々どうしてんのか分かんないけど、もしなんかしてたらごめん。あ、おかえりお兄ちゃん。ナオミお姉ちゃん、いいお湯だよ。ゆか。お前漏らすね、温泉の中で。ゆかは手にお風呂金魚とタオル、そして小さなビニールボウルを抱えていた。お前何やってるんだよ。サトシは驚きすぎて口調が変だ。ニコリと微笑むユカ。来て来て、すごいよ。二人の手を引き、奥のすりガラスを開けるユカ。はあ、クオン先生。おい、ちょっと待て。なかなかいいんだね。てかサツキちゃんやん。この嫌な思い出蘇るわ。ちょっとこの子出てきて、なんかいろいろ、もう動画消さめになったの決まったんだよな。ちょっと誰、目の前の温泉にスタイルのいい少女が使って、これは完全にモザやな。いや、なんかしてるな。あれ、会ったことなかったっけ。
や、あるにあるよ。ユカのクラスのお友達、うん、三原さつきちゃんだよ。うん、まあ、本編では絡むの初めてなんかな。よろしくね、アニくん。おっぱいばっか見ないでよね。叫んで、まあ、厨房の父なんか見ても興奮しないか。いや、お前割と育ってんね。プルプルプル。嫌いになれね。プルンプルンプルンはちゃんとおもろい。なんだそりゃ。ってこら、プルンプルンさせるな。おめえ幸せだな。天神賞行ってねえから、こっちで女の子のミラーメンいろいろ見て困惑するサトシ。いや、てか中学生の女の子でもさすがに恥じらいはあるやろ。ねえ、何が一体どうなってるんだ。いいな、お前。サトシ、しっかり。肩を支えるナオミ、そこへ。これ絶対クオン先生も来るパターンや。わかるよ。え？これだろうな。素敵でしょ？いや、素敵ですわ、あなたが。クオン先生！健康にもいいし、天然の硫黄温泉は霊を遠ざけるのよ。うん、ただ許可取れよ。お昼までに作っておいてねって頼んでおいたの。うちの工事事業部、優秀でしょ。いや、優秀どころじゃないし、お母さんはオケ出したん、これ。何勝手にそんなことしてんの。びっくりして指差し激高するサトシ。あら、サトシお帰り。絶対オッケーって言ったんだろうな。ナオミちゃんもいらっしゃい。この声色を絶対あーいいよいいよって言ったんだろうな。お邪魔してます。これみんなで入るん、もしかして。サトシ、まあ、はよ行けよ天神賞。心底驚いて振り返るサトシ、キッチンから母親がバスタオルを巻いて現れる。母さんもかい。母さんまでかい。肌もピンク色でいい具合に湯上がりだ。手にたくさん抱えた飲み物を取りに行っていたらしい。あのさ、飲み物取りに行くならちゃんと体拭いてから行けよ。びしょびしょじゃないか。すごい母さんだな。うん、さあみんな飲んで。うんって、いい母ちゃんだな。キャー。いや、さつきちゃん出るんだね。もう一枚絵でびっくりすぎて、あんまさつきちゃんって認識するの遅かったけど。ゆかちママ最高。いや、お前ずる。ゆかもさつきもハイテンションだ。いやいや、さつきちゃんはずっとハイテンションだろ。あの子のせいで黄色マークついてるもんだからね。あの子がなんか本当にとんでもない水着で来た時は本当もう、あー、こいつやべえなってなったわ。クオンもそれに混ざるね。みんなでシャメ取りましょう。持ち田の湯春光記念よ。みんな並んで。せーいちーなんだこの母ちゃん。チーズ。いや、チーズ。何これ。うわ、いや、ちょっと待って、さつきちゃんすごいな。無理やり集合写真を撮らされるサトシとナオミ。その瓶のコーヒー牛乳家にあんのすごっ。いや、俺も困惑してるって。みんなで入るん。サトシもナオミも目が点だった。いや、クオン先生かわいい。とりあえず母に渡された飲み物を口にするサトシ。なんだこれ、何味だ。コーヒー牛乳じゃないの。手に持たされた牛乳瓶には乳白色の液体が入ってる。うん、この色フルーツ牛乳か。あ、フルーツの方か。くるりと向きを変えて見えたラベルには庭味とか。ついていけ、ついていけんって。なんだよこの感情の起伏。あっち大変なのによ、うんこに飲まれそうなってんだぞあっちは。先生、この度はこんなに素敵な温泉を作っていただきありがとうございます。もういつでも入りに来てくださいね。あ、これうちの鍵です。鍵まで渡すんかよ。あら、ありがとうございますお母様。着々と信仰を深めていって最終的にサトシ奪うもんな。これそういう計画やろな。母さん、もう霊力とか関係ねえだろ。多分それを口実にして、ただもうサトシと一緒いようと思ってんだろ、惚れて。でも本当にいいんですか。いや、もう絶対取る気やん。もちろん、持ち田の湯を作ってくださったのは先生なんですから、年間フリーパスですわ。もうナオミ何とも思わないの。気づくでしょこれ。母さん。その夜、眠れずに何度も寝返りを打ち続けていたサトシはガバリと布団から身を起こす。風呂入ったの。風呂入ろう。あー、もうこれなんかあるぞ。これナオミ入ってるやろな。二人きりでお風呂入るんだろ。
知ってるぞ、大体予想つくからこういうの。今日はいろいろなことがありすぎた。その後帰宅した父親も温泉で機嫌よく酒盛りを始めた。なんちゅう家族やん。クオンの勝手な行動と家族の適応力なきれ、納得できずにいたサトシらが前向きに状況を捉えることにしたのだ。まあマイナスではないでしょ、温泉毎日入れるって。家族はみんな寝てるらしく、家の中は静まり返っていた。すっぱだかになり、庭の温泉のガラス戸を開けるとそこにクオンがいた。え？クオン先生かよ。ふーん。思わず顔を真っ赤にするサトシだが、すぐに横島な感情は消しょぶ。クオンの体が異常だったのが、うん、俺も今若干思ったけど、骨が結構浮き出てんのよね。ガリガリの体は病的なまでに細く、まるで年老いた人間のようだった。そしてその目尻が一瞬、キラッと光ったような気がした。驚いたサトシは声をかけるのをためらうが、意を決して声を出す。どういうこと？先生。あら、サトシくん。ん？教え子とはいえ、男子が風呂に入ってきたにもかかわらず、体を隠す様子もない。隠して？むしろ嬉しそうな表情を浮かべる。もう、やば。こんな時間に、なんでうちの風呂に入ってるんです？ごめんね。起こしちゃったかな。てかあれかな、愛子を心配してんのかな、普通に。いえ、そんなことは、じゃなくて。ナオミはどうしてるんですか？うちでぐっすり眠ってたわ。あ、帰ったの？今日もお家に連絡を入れたら、中島さんのお母さん、少し落ち着かれていたみたい。いや、それはナオミが家を離れたじゃなくて、多分男のおかげなんじゃねえの。それでなんか安らげてんじゃねえの。よかった。安堵するサトシ。しかし目のやり場に困る。いや、ほんとそれな。俺もどうしようって考えてるもん。あの先生、隠してよ。ん？あ、そっか。おい。ごめんね。何が？ありがとうだよ、こっちは。むしろ。湯船の縁に座っていたクオンは湯の中に体を沈める。そういうこと？ねえ、サトシ君こそ、そんな格好で寒くない？入ろっていうの？早くお湯に浸かりなよ。おい。え？うわっ！慌てて両手で前を隠す。おい。クオンの言葉で、自身も意思またわぬ姿でいたことに気がついた。ずっと出してたんかい。うわ。体細いっていうか、もう骨までちょっと出ちゃってるのに、出るとこは出てるっていう、神秘的なお体ですね。サトシはクオンとかなりの距離を取って湯船に入る。もう変わらんやろ。先生。ね、入ってんなら。今、泣いてた？やっぱりそうなんだ。え？なんか、そんな気がしてた。気のせいならいいんだけど。ちょっとやつれてる？あのね、時間が止まったらいいのになって思って。あ？ねえ先生、どうしてこんなことを？ん？ SP の警護とか温泉とか、なんか俺の常識を超えててさ。いや、そりゃそうやろ。気になりだしたら全然眠れなくなって。うん。知りたいのは理由かな？え、もしかして？それとも私の素性？いや、全部教えて。正直聞きたいのは両方だった。うん。理由はね、守りたいから。それで。守るって、何から？そういえば私の素性ってクラスのみんなには話していなかったっけ？うん。まあ私ね、以前はとある企業の会社役員だったんだけど、うん、会長になった後、どうしても諦めきれなかった昔からの夢だった教師になったの。うん。企業の会長だからこんなに資金力があるのか。うん。あの飲み物も、それじゃあ先生の会社の庭味。庭味って。いや、庭味ってなんだ。ええ、うちの商品よ。いやいや、商品なの？庭味。ゆかちゃんみたいに牛乳かヨーグルトかフルーツ牛乳かコーヒー牛乳か、うん、迷っちゃう子が
全部の味を楽しめるようにって作ったの。はあ、じゃあまあ一応いろんなそのヨーグルトの味も若干するし、牛乳かもしんないし、フルーツ牛乳かもしんないし、コーヒー牛乳かもしんない味ね。それが庭味なのね。はあ、変なもん入ってんじゃねえのそれ。どうやってそんな味実現させれんのね。これで悩みも解決でしょ。何、先生の考え方って理にかなってて正しいのかもしれないけど、発想が前のめりすぎだよな。いや、イカれてるだろ。頭をかくサトシ。どうしたの？え、ああ、いや、カレーのことを思い出してました。カレー？キョトンとするくん、え、忘れたの？咀嚼カレーのこともすっかり覚えてないようだった。やはりあれも彼女にとってみれば自然な発想なのだ。すげえな、天才って。本当何考えてるのか分かんねえな。それにしてもクオン先生って、うん、一体いくつなんだ。いや俺の予想ね、19か20歳。なんだかんだめっちゃ若そう。いや19って教師となれるのかよく分かんねえけど、多分愛子だって17とか18、高校3年生でしょ。だからまあそんくらいやろ。多分1個上か2個上ぐらいでしょ。失礼な詮索になりそうなので、自重していたサトシらが今の話を聞いてより気になってしまう。チラチラと横目でクオンの体を確認する。いやもうどんどん見ろ。もう別にこの人は怒んない、むしろ歓迎するわ。顔は肌のツヤもキメの細かさもどう見ても20代前半だ。しかし体は顔と同じく、肌の張りは美しいが、胸を見るとやはりあばらが浮いている。え、うん。その下の腹部は詰まってる内臓の丸みが際立っていた。え、そこまで。表現は正しいのかわからないが、人間まだにした体とサトシは感じた。え、ん、楽しそうに笑うクオン、幸せだろうな、好きな人と一緒に温泉入れて。な、何ですか。私ね、君たちの副担任になった初日のこと忘れられないの。おう。サトシの頭にある副担任の先生が来た初日の記憶は、獅子戸ゆいのものだった。ああ、そっか。もう全部をこうね、塗り替えられてるってことだもんね。教壇から転げ落ち、スカートを破って一日安全ピンでお尻を止めていた爆笑記憶。うん。ゆいも聖子も、舞も森重もいない、この世界に突然来ることになったサトシたちには、天神省から帰ってきた日以前のクオンとの記憶は存在しない。うん。おい！言ったよ。はい。サトシ君、大好きよ。なんで？サトシがその記憶ないその前の時に、なんかよくわからんサトシのその存在な説明むず。なんか天神症のそのサトシが知らんサトシがなんかしたん？そういうこと？頭が真っ白になるサトシ、思わず目が泳ぎそのまま視線をさらす。とりあえずおめえモテすぎなんだよマジで。何がですか？腹立つなマジで。鼻のように頬を好調させ笑顔だったくん。うわ、なんか このちょっと悲しい顔やめて。しかし一瞬一転して旬となる。その様子にサトシの中に罪悪感のような気持ちが湧いてくる。まずなんで好きになったん？ん？クオンは無垢の塊のようだった。まるで反らさないその視線にしばし石のように硬化するサトシ。やだな、冗談はやめてくださいよ。風呂上がったらちゃんと自分の家に帰ってくださいね。あと近いです。驚いたサトシは風呂からザバリと立ち上がり、脱衣所に向き直る。なんか かわいそうとかじゃないけど、なんか儚いね。なんか付き合ってでもいいんじゃねっていう気持ちワンチャン出てきちゃった。ナオミいるけど、なんか本当に純粋に好きやん。なんかクオンが幸せになってほしい。やはり旬として下を向くクオン、振り向きクオンの落胆ぶりに戸惑うサトシ。先生、受け入れろ。もうお前ハーレムでいいよ。もう全員と付き合え。冗談じゃないのに。ほら、顔を真っ赤に目をギュッとつむり、クオンはまるで女学生のようだ。余計に戸惑うサトシ。恋愛をしたことないんじゃない？でサトシが本当に初恋だったりするんじゃないの？だって俺先生のこと何も知らないし。ピクンと反応するクオン、やがて一層悲しげに下を向く。しまった。傷つけようとして言ったわけじゃない。
別の世界から来てまだほんの数日しか経ってないサトシは本当に今日のことを何も知らないのだ。まあね。何やったん？だがそのことを話してもきっと理解は得られない。サトシは困り果てる。先生、あの、ううん、いいの。びっくりさせてごめんね。クオンはゆっくりと背を向ける。サトシの胸を安堵のような後悔のような複雑な思いが満ちる。うん。ピピッとクオンの防水風の白い腕時計が鳴る。あらという表情でクオンが表示を見ると止まっていた数字のカウントダウンが始まった。え、何？微妙な空気をごまかそうとサトシは笑って話を振り直す。先生、その時計何？なんか測ってるの？微笑むクオン。研究よ。カウントは止まっていたんだけれど、また動き出したわ。はあ。カウント？研究って、ああ、会社の？時止まってほしいみたいなの最初に話してたけど、何それ？なんか関係すんの？そう。首をかしげて微笑む笑顔がなぜかサトシには儚く印象的に残った。なんか寿命もうすぐとかなのかな。さて、それじゃあ私帰るね。今日はサボっちゃったけど、明日は学校行くから、また明日ね。あの先生ん？なんか先生のおかげでナオミもユカもすごく元気になってます。うん。よかった。多分俺もヨシキも篠崎もありがとうございます。この世界へ来て傷ついた仲間たちを癒してくれてありがとう。サトシはそんな思いを込めた。嬉しい、そう言ってもらえて。うん。私こそありがとう、サトシくん。ニコッと微笑んでクオンはザバザバと湯船から出ていく。うっしゃ。サトシの目の前で縁をまたぐ。だから隠してくださいってば。やだ、ごめん。いやもう見せる気まんまやん。これで急に戻んのかい。ちょっと待てよ、しかも幽霊いるしよ。ちょっと待って、マジでひどくない？いやさ、俺あの前回ねコメントとか見たんだけど、なんかあの、あ、いた。なんかろうそく調べると体力が回復するらしいんだよね。あとなんかバグとかでなんかすげえなんかいろんな方法があるらしいんだけど、まあさすがにそういうせこいことはしたくない。まあセーブ、あのろうそく調べたらなんか回復するのはまあいいと思う。あ、待って、てかちょっと体育館戻ろう。絶対なんかアイテムあると思う。なんか解いた、なんかあの、なんか結晶あれなんかあるところに多分なんかまたなんか鍵あると思うんだよね。それ取って進めるみたいな感じでしょ。あとやっぱ基本的には走んない方がいいらしいね。なんかこのキプレイヤーの人たち曰く、これは歩いてたら気づかれる。いや、なんかこれ音鳴って、いや、あ、そうか、来るんだった。くっそ、ここにまで来んのかよ。で、基本はこうやって敵に追われる以外は普通に歩いて探索した方がいいらしいんだけど、俺なんかせっかちなんよね、ほんと。あれ、いたじゃん、これ。この板何かにつかないかしら。来た。これ確かあったよね、どっかに。ちょ、これ上行ける？ちょ、お前こっち来んなよ。律儀に登ってくるけ。何これ、教託かよ。教託、見えない教託が。ここ入れる？このまま休んでて体力隠しねえかな。ねえ、この状態で。あゆみ、ちょっと立ち上がってくんない？普通に。わ、これ疲れたまま？ダメかな？ダメかな？一瞬で下行ってに巻くことできないから行くよ。せーの。いやー、もう待って。ちょっと歩け。よしよし、こうやって、あ、この作戦いいかもな。ねえ、こうやって攻撃を誘った瞬間に走る。いいね。ちょっと待って。体力は大丈夫。岸沼が若干酷化しかけてんのか。あゆみは回復したね。もう開けれないのか。じゃあ一回出よう。ちょっと待って、お前もこっち来んなよ、ゴミブス。ほら。うえ、よしよしよし。これだな。これになれればいい。ちょ、あの、前回めちゃめちゃ下手くそっぺらだったんですけど、まあ、こういうのだんだん慣れてくるでしょ。まだ来んのか、ゴミブスが。はい、やっぱ来るか。ちょ、怖え、普通に。普通に怖えんだよな。うい。で、どこだっけ？どっかにあるよね。板使うところ、完全に忘れた、どこだか。あ、違え、こっちだ。そう、ここだ。ここ、あの、こいつ。ここだよね。プールの方に行くんだ。来ないよね。さすがに来ないよね。ちょ、一回、ちょ、待って。体力回復するのか、本当に。一回、まず、あれ、岸沼も食らってる？
ちょっと待って、一回これでセーブ開くやん。セーブ開く。で、戻っていい？戻ると？あー、やっぱまた体力回復するんだそうなんだこれさ、PC バレてるから説明書とか特にないのよね。だからもう、こういうので分かっていくしかないってことか。とりあえずセーブしよう。最近の悩みさ、コープスパーティーやってると腹減るんだよね。腹、ちまちまなってんだけど。バケツを覗くと、釘や刃物、ガラスの破片なのが大量に積む。あー、これいつぞやのね、ナナちゃんがね、なんか縛り付けられて、ちょっとエッチだったけど、ちょっとあれの、なんかあれなんじゃねえの。まずこっちか、こっち行って、でここにもあるから、これで何個目なんだ、4個目か。体育館のやつ3つ目じゃなかったっけ。でここで使うんじゃないの。この穴飛び越えるのは無理だし、飛び越えれそうだけどな。なんとかしてバックルたれないかな。木の板ね。よしよしよし、キシルちょっと出てきただけっていう。んで、名札ある。紅葉、網山ちかちゃん。プールで溺死。シンプル。奥のやつはなんかプール入ってここで死んでる。よくわかんねえな、これ。なんか滑ったぞ、今。なんだ今の。なんか吸い込まれた気がした。特になぼだよ、俺。一瞬、なんでもないです。はい。この鍵で開くかな。うん。来たか？開いたね。やった、開いた。さあさあさあ、ここは来たね。なんかある？え？あ、特にあれなのかな。あ、すごい音。これで水抜けたってことだよね。プールの水が抜けたみたいだ。うん、行ってみるか。オッケー。あ、やっぱ部屋は特に探索できないのかな。あれ、あ、来た。ん、なんかあるぞ。あれ、何あれ。てか、水は残るの？水きれいになってるだけ？何あれ？なんだこりゃ？触手？プールの水は抜けておらず、凍っていた。あ、これ今凍ってんの？すごい。でも、どうしてこんな。なんで？どういう原理？あゆみ、行ってこい。鏡、鏡じゃない。氷割れ。あ、いた。待てって言ってんだろこれさ、お前はこれ嫌な予感する。なんか歩みがそこ行った瞬間、氷がなんか一瞬で溶けて、あ、パパ助けた、キュッキュッキュッみたいな、ありそう。絶対ある。これ岸の間に買うんでしょ。ほらな、絶対そうだと思ったわ。あ、でもそっか、俺も行けるんだった。あれ、名札下になくなってるの。そりゃ滑るよな。おもろ。歩みどうすんのよ。おい、勝手にすま…ん？なに？なんだ？どうした？見て！なに？ん？あ、化粧でしょ？凍ったプールの中央部分が光っており、その底の方にピンク色の大きな物体が氷漬けになっていた。うん。氷が濁っていてよく見えない。結構見えるよ。なにこれ？わかんねえよ。クラーケ…いや、タコ…え、どれにも当てはまんねえだろこれ。チンチンみたい。チンチン、チンチンはアイミ。お守りはここを指しているわ。ほら。うん。あ、チンチンタイムか。なんだ、鏡。あ、これ割れる、これ割れるって。嫌な予感がするぜ。逃げろ白滝。アイミ、逃げるぞアイミ。あ、いやほらな、絶対そうなると思ったわ。あ、やばいやばいやばい、あ、やばいやばいやばい、やばい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 、おい塩だけ泳げるか。ちょ、これ幸子くんじゃないの。お姉ちゃん、こっちって。足がつかないよ。岸沼結構もう大丈夫そうだけど。あゆみ、なに今の。言ってる場合か。早くこっちに来い。何今の声、どこから。何か触った。何かいるよ、水の中に。頑張れ。よし、大丈夫だから俺の肩につかまれ。うん、いいか、暴れるなよ。無理にしがみついたら二人とも溺れちまうからな。そうだぞ、お前絶対変なことすんなよ。とく、天神症で溺れた教訓から、ちょっと戻って泳ぎの練習しといてよかったぜ。鼻まで使ってるぞ、歩み。息できてねえだろ、それ。おい。
漏らされてるぞ。いくら泳いでも近づいてる気がしねえ。ゴリゴリに歩いてるけどな。ん？ちょっと待ってよ、もうわけわかんないよ。振り返るとプールの中央に血まみれのピンクの肉の塊のようなものが見えてる。なんだこれ。あゆみ、悪い夢かよ。未知なるものを垣間見て反射的に体が震え出すヨシキ。さらに 水にはいつの間にか水流ができてどんどん中央へ引き込まれている。冗談じゃねえ。俺が何とかすんのかこれ。そこまで行けってこと。なるほどね。まあ、一回死ぬけど、もう絶対あのオロンゲンドなんで。何、歴史まだそんな状態なの。え、あれ何、え、ああ、もう移動手段がおもろいんだけど。ちょっと移動手段、ちょっと見える、みんな、ちょっと待って。篠崎、じゃあな。どこだ篠崎。死ぬの歩みなんかい。歩み、その中に一瞬見えた胸からイカの触腕のような軟体の太い足が突き出していて、波に飲まれる歩みの姿。完全に力を失った体は長い石は触腕に貫かれて即死状態だった。篠崎、嘘だろ。ざけんな。死ぬ間慣れろ。もう俺は慣れた。クリーチャー出てくんの。コップパにクリーチャーが出てきちゃうの。あや、まあもう一枚絵が出ないだけでまだ全然グロさは感じられないからまだいいわ。あっさり、だいぶあっさり。ちょ、岸沼の移動手段見た、みんな。あの体全く動いてなくて、あのうんこ座りで移動したの見えた。めっちゃおもろかったよねえ。あれでもう一回移動すんの俺。よし行くぞ岸沼、うんこ座り戦法で行こうぜ。みんな見ててね、岸沼めっちゃ移動おもろいから。ちょ、見えねんだよな、まずちょっと結構見づらいんだよね。よし、うんこ座り戦法だ。この移動。この移動なんなん、岸沼。岸沼、ちょっと待って待って待って。まあそんなこと考えてる暇ねえ。急げ急げ、プクプクしてきた。岸沼、あれちょ、待て、やばい、よしあぶねー。岸沼、移動おもろいって。なんであれで移動した。普通に泳いだ方が明らかに早いのに。なぜうんこ座りで行く。あゆみ、うわー、かわいい、おいつや。これはもうどう説明すんの、このクリーチャーは。なっ、危ない、え、あゆみ、どこ行った。篠崎、あゆみ、くそ、あゆみ、離せ。あゆみ、もうめっちゃグワングワンされてるやん。その時、大きく弧を描き空を切る鉄の塊の音がしたと同時に、タコの腕が分断され、これ曲がりじゃね？ん？ちょっと待って。よし、いいぞ、頑張れ。さすがだ岸沼。曲がり助けに来たんじゃねえのこれ。助けに来たっていう表現になってるのか分かんないけど、曲がりやろ。おお、治った。鼓膜を破るほどの衝撃音とともに空気の質が変化する。元は元父ちゃんって思い出したやつ。いや、めっちゃおもろかったな。笑える場面じゃないんだけどね。ごめんなさいね、本当に。水は元通り濁った色に戻り、静かに雨や風の模様を水面に描いていた。うん。あゆみ、大丈夫か。ごめんな、めっちゃ笑っちゃって。本当にごめんな。なんか、ほんと大変な目に遭ってて、普通は心配するべきなんだろうけど、ごめん、もう本当にめっちゃ面白かったわ。いや、でも本当、なんだったんだ今の。死ぬ間がいてくれるおかげで本当になんかいろいろ助かるな。おい、白酒、大丈夫か。大丈夫か。生きて、
平気。よかったよかった、もう俺はお前をあんまり強く言わん、頑張ってるもん今今作は。全然平気じゃねえだろうが。あゆみの強がりに安堵のため息をつくよしき、頑張れ二人とも。本当にね、やっぱ来たよマガリ。こいつは結局どんな立ち位置なんだ今。プールサイドに鎌を手にしたマガリが立っていた。うん、もう本当に格好あかんやろ。全くもって平気じゃなかったわよ。危ない目にばかり進んで会いに行きやがって。少しは反省してほしいものだわ。反省って、お前おっぱい柔らかかったかこいつの。柔らかいだろうな。あなたは、こいつが曲がりだよ、やべえだろこの格好。はじめまして、篠崎あゆみ。私は水木曲がり、マルトゥバの幹部よ。ああ、よかったわね、助かって。お前チュロスみてえな髪してんな。あなたが助けてくれたの、ありがとう。いや、あんまそういう風に思うなって。なんだこいつ。マルトゥバって秘密結社のマルトゥバの墓よね。本当にあったんだ。それであなたは何者なの。なんで知ってるのよ、秘密なのに。ああ、篠崎は都市伝説とかそういうのに詳しいからよ。てかこいつ普通に街中でいろんなやつボコボコにしてなら、もう噂も広まるやろ。あんな格好で、うん、露出狂が男ボコってますよっていう噂流れるだろ。ヨシキがそっと口を挟むと、曲がりは氷のような目でギンと睨む。おっぱいごめんな、おっぱい触っちゃって。私のおっぱいもんだてめえは。ミストの次に殺すからな。いいやん。じゃあなんでお前その格好してんの。ねえ、でも変態だったら揉みに行くぞ多分、俺みたいな変態だったら。何言ってんだお前、揉んでねえだろ。違うからな篠崎、じゃなくてよ、しがみついたのは悪かったが、こいつを守るためにどうしてもここに来る必要があったんだよ。もう守る必要もないわ、こんなやつ。は？なんだお前。あ？なんでお前にそんなこと言われなきゃなんねんだよ。ほんとだ。マガリはそれを無視して歩みに向き直って吐き捨てるように言う。あんた、ルック・オブ・シャドウズ、手に入れられなかったんだって。ああ、手に入れさせてそのまま奪うつもりだったんか？あんたなら涅槃を本に戻せるって聞いたから、陰で助けてやってたのに。え、そうなの。え、そうなのか。態度が和らぐヨシキ。だってあれは騙されたから。まあね、本を得られなかった以上あんたは無価値、結果が全てよ。無駄な努力だったわ。あ、帰んのかこいつ。え、なんか、え、あ、結晶か。これが六鬼門の結晶ね。青だから慈悲のセフィラか。そんな詳しいのこいつ、すげえな。何者って私に聞いたよね。え、敵だろ。じゃあ改めて、はじめまして、あんたの敵よ。ああ、言うと思ったわ。これ漫画でもそういうこと言ってたんだよねこいつ。なんかあのナホとかに向かって、マガリはつまんだ光る石を胸のネックレスにつける。え、あ、おい、ヤゴウラのミストに従うのなら死を覚悟することね。これはもらっていくわ。これミストも強いのかな、なんかこいつは戦いそうじゃね。あちこちにある赤い文字を見ているだろ。お前たちが触れている呪いは想像を絶する。それ以上涅槃を刺激するな。呪い、何言ってんだお前。お願い返してそれ。え、あの野郎、あいつ本当にもう人間じゃないやん、跳躍力も。ああ、なんてこと、どうしよう。いやもう追いかけよう。どの道覚醒しろ、あいつをとっ捕まえない限り帰れねえんだ。篠崎は屋根のあるところで待ってろ。てかアイコは、
別れんの？待ってよ岸沼君、私も行く。別館まで来たのか。岸沼君、ちょっと嫌な予感するって。もうどこに行ったの？あ、移動すんの？ちょっと一回セーブします。いや、曲がり、あ、何、イベントか。岸沼、あれ血出てるよ。愛子さんも、ちょっとミストさんも見当たらないし。ちょっと嫌な予感するって。ストーリー上で死ぬのはバッドエンゴで描いて、血気づけ早く。なんだあれ。いや、でもこんなあっさり死ぬ？この扉すごく怖い。誰の血だよ。え、ちょ、動けない。なんだ、なんだ、え、待て待て待て、これあのでかいやつか。いや、マジで何やこいつ。あゆみには見覚えがあった。最初にこの辺に来て気を失う直前に見た巨漢だ。巨漢が頭につけた鉄兜は血で汚れて真っ赤だ。誰やったんだ。逃げるぞ。よし、早い。巨大な斧を振りかざす。その刃の馬鹿げた大きさは人の胴体ほどもあったよ。やめましょう。やめましょう。危ない。かばした斧がガツンと校舎の床を破壊する。逃げ遅れたら一撃で死んでしまうだろう。え、それそういうやつやん。絶対そういうやつやん。60秒間逃げ切れ。急に。あゆみ、あゆみさ、あ、やってみろよ。お前案外攻撃遅いじゃねえかよ。あ、え、当たったわ。え、ちょっと待って、すっごい食らうじゃん。あ、しかもそっか、回復アイテムねえんだった。え、もうもう痛っ。なんで、え、あっ、ちょっと待って、今のずるくない？もう待機してたやん、スタートボタン。ドスンと重い骨盤の落ちる 音がすると、赤い臓器が湯気を立ててこぼれてた。いや、もうその、いや、すっごーい。あゆみ、俺を信じろ。逃げ切ってやるぜ。回復アイテムなんて必要ねえ。こうだ。ちょっとここ入れないの？これと、ダメかよ、くそ。ちょっと待てよ。あいつもめっちゃ足速くなってるっす。なんだ？なに？あゆみ、お前白パンなんだな。なんでなんでなんで2体もいて、ちょっと待って、わかりません。それはどこからも出られないの？で、いや、入れるやん。入れよ。ちょ、ちょっと、無理無理無理。歩け。ライトつけよう、ライトつけよう。ちょっと待てよ。予想外すぎる。いくらなんでも予想外すぎる、それ。し、ここでぐるぐる回れ、ぐるぐる。そう。なんで行くんだよ。何に食らったの今、むしろ。ちょ、ダメだこれ、扉の近く行ったら増える。こっちも増えるじゃん。じゃあこれ、うーわ、やば、地獄、完全なる地獄。避けろ。うおー。ダメだ。はぁ、なんだ、ちょっと、なんでもありすぎないか、いくらなんでも。おい、あゆみ、俺はさっきの学んだ。見ててくれ、あゆみ。お前を一回も傷つけたりしないよ。めっちゃ噛んだよ。ここよ、ここ。こうよ、あゆみ。こう。ちょっと待って、もう一回。これで、ギリ。ちょ、お前結構頭いいな。お前。歩いて、歩け。そう。歩いて、こぎさせ。そう。で、あとここによ。これ来ねえんじゃね？頭悪いから、こいつ。あ、そうくんのね。で、こいつ足速くなる時もあるしさ。急に、あ、来ちゃった、増えちゃった。ちょっと待って。よし。で、こいつらを、合体させよう、合体。あ、危ないよ。そういうわけじゃないよね。あー、その回り込む戦法はちょっと飽きまへんよ、さすがに。ほら、ここ。どっちから来る。あ、ガッ。で、こいつも攻撃誘って。いいぞ。で、そう。もうひとまとめにしちゃえばいいのよ、結局。違う、そういうわけじゃないよね。違う、もうほんと難しいな、これ案外。でもテーブルを、この机を軸にしよう、軸に。いいよ、これ、もう1分経つやろ、もう1分経つって。もう1分経つ、これ。やばい、危ねえ。あ、やばい、これやばいかも。これ、挟みつされる。よし、勝ったぞ。なんだこれ、金の音でこいつ反応してんの？あ、消えた。どうやって、
どうなってるの？どういうことなの？サチが連れてるこいつ、ヨシカズの何倍もやばいやん。フェールってやばくない？マジでサチコの。キシヌマくーん！いや、ほんとや、キシヌマどこ行ったや？どこにいるの？かわいい。お、やだ。ああ、かわいい。かわいい。もう、あれよね。あれ、なんやっけ。かわいそうはかわいいみたいなあるやん。もう、ほんと、典型的な意味それよね。めちゃめちゃかわいい、今。このかわいそうな展開が。ミスとか？何してんの、あいつ。え、ずっと平和なところで、なんかやってんだろうな。ミストからだ。あ、頑張ってるな。いや、頑張って。もう、やだ。友達ともはぐれたし、早く帰りたい。いや、彼氏やろ。本当おめえはメンタルクソ弱だな。お前ふざけんなよマジで。お前どんだけメンタル強くても、あんな増えた奴らから逃げられんし、普通にメンタル強くても、メンタルは強くても、そんな言い方しなくったっていいじゃない。ごめん、俺もフォローしようと思ったけど、フォロー下手くそすぎたわ。はいはい、残りはあと2本だろ。ああ、もう2本か。え、でも あいつ取ってったやん。柱の封印を解くたびに涅槃のエネルギーが震撼するのがわかるぞ。歩みが頑張ってるのは手に取るようにわかる。なんそのなんか下げてあげんの。それってすぐ勘違いするからね、人ってね。あ、この人いい人なんだなって思っちゃうのがダメなのよ。もうあんま信用しない方がいい、こいつも。少し報われたような気になり涙ぐんでしまう。だけど一つ、マガリという女の子に取られてしまいました。水木マガリか。説明が可愛いな。やつも当てが外れて泡を食ってやがるな。そう心配しなくても、俺たちと目的が同じなら残りの結晶欲しさにまた現れる。ああ、その時に取り戻せばいい。いや、でもあいつめっちゃ強いよ。人じゃねえよあれ、はい、おっぱいめっちゃ柔らかい可愛い女の子だと思ったらめっちゃ強いよ。ああ、だからそのまま進めろ。俺は今この学校の中心部にいるようだ。ん？こっちはこっちでもう少し調べてみる。中心部ってどこだ？俺を信じろ。やだよ。必ず出会える。本当か？一緒にここを出よう。なんで一緒に行動しねえんだよ。うん、頑張ります。いい子だ。いや、いい子だ、頑張りますが可愛いもん。なんか本当どんどん好きになってきた意味が。で、岸沼は？ミストは現世。はぁ、あ、おい、先人書いねえのかよ。ジャングルジムの上に立ち電話してるミスト。歩み一人に動かせて自分はさっさと帰ってきていたのだ。ありえねえ、マジで。そうとも知らず、ミストに救ってもらえると信じて残りの柱の解放に向かう歩み。一緒に現世に戻ろうな、歩み。マガリの方が幾分かマシや、これ。あいつ来てんだもん、ちゃんと。で、ちゃんと、まあ、自分に利があるからっつって、まあ、助けてる、まあ、理由はあるけど、でも助けてくれてんねん。お前何もしねえじゃん。上空の黒い球体を眺めながらそう言ってるミストの目はいやらしく笑っていた。え、こいつヤゴーラっていい団体だと思ってたけど、そういうわけじゃねえの。その手にはブックオブシャドウズと似た厚みの黒いカバーの本が抱えられている。え、何マジで。イラつく。え、これチョークね。こんなとこでじいさんの写本が役に立つとはな。は？ブックオブシャドウねえ、俺が作ってる。え、一気に好きくなくなったわ。今までなんだかんだ一緒にいる、天神賞で一緒になんかやってくれてると思ってたから、こいついいやつなんじゃねえかなって思ったけど、現世にいいんだったらもう話違うわねえ。で、めっちゃ好きじゃん。もう好きじゃないっていうか嫌いになりかけてるわ。コープスパーティー自体の新しい項目がアンロックされました。いちごミルク蒸しパン、携帯電話、ゆずきみお、プール水原さつき。あー、エクストラチャプターね。ちょっと今回はじゃあエクストラチャプター、まだ2つ、今ので2つなったから、まあそれやろっかな。ちょっと待ってね。アルバムじゃなくて辞典か。いちごミルクパン、歩みの好物、マガリが歩みをサポートしようと天神賞に持ち込んだらしい。ちょっと待ってね。これはもうマウスでやった方が早いな。何が追加されたんだ？あ、ゆずきみよ、これか。道昭学園の1年生、名古屋さやかに憧れており、行方不明になった2人を涙を流し心配してる。
1年生なん出てきたっけかな。俺なんか漫画でしか見てないんだけど、小説とかもあるんだけど、俺小説はあんま読まないから読んでないんだけど、でそっちの方が出てくるのかな。いや、愛子どうなったの。全然出てこねえし。プールって以前霊に操られた歩美がプールに沈んだのを泳げないヨシキが助けらし。そっか、死ぬ前って泳げなかったっけ。あ、すっかり忘れてた。だからうんこ座リードだったのか。天神症から脱出したヨシキは密かに泳ぎの練習してたらしい。あ、まあ泳げるようになっちゃったんだ。なんでうんこ座りだったの。あとはどこだ。あ、水原さつきちゃんね。キサラギ学園中等部2年。あ、やけすけな性格で軽薄な印象だが、ユカをしっかりサポートしてる。ポテチが大好物な食いしん坊。うん、ポテチはうめえよな。わかるわかる。携帯電話って何なん。アーガスキューブを媒介に通信を行ってるため、次元の異なる現世と天神症とで通話が可能。はーい。いや、そういう機能もあんの。アーガスキューブを媒介に。いや、マジミスト。いや、マジミストはあんま好きじゃなくなって、曲がりがね、もうなんか逆にバカ素直っていうかさ、でも分かりやすいから逆に好きだわ、曲がり。ごめんな、おっぱい揉みたいとかなんか言っちゃって。ね。あんな格好だからって、おっぱい揉んでいいわけじゃないもんね、別に。なんかいろいろごめんな。エクストラチャプター2やるか、じゃあ。ちょっとチャプター5は、また次の機会にするか。まず、この、どんだけ長いか分かんないからね。コープスパーティーって意外とチャプターごとバラバラすぎて、エクストラチャプター1、森重と刻みの話、割と長かったじゃん。1時間くらいあったのかな。こっち急に2分とかあるかもしれないからね。ほんと、急に。エクストラチャプター2、マルトゥバ。これ、マガリとか出てくんじゃないの。え、こんなとこなの？マルトゥバの墓って。時間は歩みが退院する数日前に遡る。暗く、だだっ広いホールのような空間。洋館のような佇まいだが、壁には様々な育化学模様のペイントやタペストリー。背の高い食材には太く長く、ビビッドなカラーのろうそく。全然ないってわかんない。中には動物や人を模した形のものもある。まがまがしい。呪術的な神秘性の漂う建物だ。マガリの属する黒魔術教団、秘密結社マルトゥバの墓だ。まあ実際やべえ奴らなんだよね。空間に低く太い、しかし女性の声が響く。忌まわしき。あ、ヤゴウラに盗まれた。創始者。我が教団のご神体。ん？黒の本の所在が分かった。なっか。終わりかよ、しかも。このパターンか。ゆっくりと重たいトーンのその声は、聞く者に深い歴史の威厳を感じさせる。ホールには、黒いローブに身を包んだ人影が数人集まっていた。てか、本当にマガリって10代なの？ほんで人間なの？これも悪魔崇拝者的な出立ちだ。おぉなんと。ついになんか、老婆とか老人みたいな声だけど、マガリでも幹部なんでしょ？トップレベルでやべえ女ってことだよね、やっぱ。ブック・オブ・シャドウズ。女率高くない？ざわざわと騒ぐ一同、その中に曲がりの姿もあった。一段と若いんじゃねえの、曲がり。他の教団員と同じく、黒いローブに身を包んでおり、露出した白い肌が際立つ。おお、エッチエッチ。涅槃の発生した。エチチチチチ。かの学び屋の地に、果たせるかな。女王の意向は輝いておられた。おせんだよ、メモジ。やはり教祖様は正しい。娘はお役に立てたのでしょうか。娘？信者たちも嬉しそうにざわざわ騒ぐ。マガリ、マガリよ。はい。おお、だるそう。おお、おお、マガリがひざまずく。セカンドディグリー。マスター・マガリ。何時には期待をしておる。セカンドディグリー。ありがとうございます。このマルトゥバの存亡は、ブック・オブ・シャドウズにかかっておる。何時の力で、必ず、取り戻してくるのだ。なんか武力派なのかな？武闘派？だけ、もう曲がりだけなのかな、そういうタイプって。あ？ん？私一人でですか？お前以外のマスターは皆、死闘に動ける状態にある。もうさっさと解散せえ。曲がりが動けないんかよ。お前もう苦労してんだな。失踪していた継承権第2。ん？高井あずさの所在もそこに判然した。
あ？本と共に汝が連れ戻してくるのだ。ちょっと待って、え、高井梓の所在もそこに判然したって天神商人いんの？ちょっと時系列がぐちゃぐちゃになってきたぞ。失踪していた継承権第2位ってなんだ？はい、いるんだな。じゃあ梓ちゃん、あのクズ女でしょ。冗談じゃないと逆らいたくなるが、ぐっと飲み込む間があり。情報は常に更新され、何時に届く。夢しくじるな。期待をたがえば何時には教祖継承の木は及ばぬものと知れ。いや、曲がれが教祖ってもうなんか SM みたいなエッチなね、組織みたいになっちゃいそうや。おっぱいよ、だっておっぱいプルンプルンよ。お前も大変なんだな。夜の公園、ジャングルジムの上に座ってため息をつく曲がり。あれ、ここにミストいるんじゃないの？あ、でもそっか、これ数日前か。世の中つまんないな。だるそうだね。教団の継承権を盾に脅されたらもう行くしかないじゃん。へえ。あー、だる。なんでお前そこにいんの？事務所とか、あー、だる。しかもアホのあずさの回収とか。え、どんだけよ。そんな呼び方なの？てか、まず天神賞に行くの怖いとかじゃなく、だるいなのがもうこいつすごいわ。レベルちげえわ。チートキャラやろ。ゴロンとジムの鉄骨の上に寝転がり、空を見上げる。ため息をつき、見上げる空には星がキラキラとまたえていて。なんで死んだのよ、さえのきナホ。ナホちゃん、ボケ、ガス、鼻くそ。鼻くそはおかしいだろう。ねえ、鼻くそ、ナホちゃんが。ああ、まあ、うん、そんな部分もあったんじゃないかな。星空にナホの不敵な笑顔が浮かぶ。私が殺すって決めてたのに。寂しそうな声。流れ星がキラリと流れ落ちて、ナホの顔も消えた。何よ、気に入らないの？ん？そこへミストが現れる。いや、久しぶり。敵対組織じゃないの？ジャングルジムの元に下に立ち、手を挙げて挨拶をしてる。え？物も言わず、曲がりは即座にジムから跳ね降り、伸ばした鎌で切りつける。だがミストは顔色を変えずに、曲がりの攻撃を手持ちの500円傘で受け止め、傘かよ。傘で戦ってんの？鎌に？味噌の杖のこれ。え？力みながらも冷静なミスト。てめえも。ブックオブシャドウズがいるんだろ。継承権第4位。ほら、手に入れるまでは協力しろよ。ええ、鎌とビニール傘の骨が擦れてきしむ。マガリは本気で殺す目だ。いや、あの、ぶっちゃけ今となってはもうマガリが勝ってほしいんだけど、もうあんまミスト好きじゃなくなっちゃった。まあ、あれも違うのかな。ミストも口元は笑顔だが、サンバックガン黒目が赤く光っている。鎌と500円傘とで弾き合い、曲がりは背後に飛ぶ。これコープスパーティーですか？ねえ、耳わからん。毎回言ってね。お楽しみは後ね。この潰れ損ないの矢後裏が。ビバッと鎌を手首で回し、手元で縮ませると、曲がりは腕を組んで笑った。ああ、殺し合いはその後だ。我慢しろ。俺も殺したいんだ、マルトゥバ。全てが終わったら、きっちりと息に止めてやる。目的なんなんこいつ。協力のための認識の共有だ。てめえの目的はブックオブシャドウズの完全体を取り戻すこと。ブックオブシャドウズの中身であるネハンとそのコアを器であるあの本に戻して初めてブックオブシャドウズは完全な御神体となる。だな。500円傘を曲がりに向けて冷たくミストが言い放つ。その涅槃は過去に吉江篠崎家の血を媒介に呼び覚まされたもの。その血を引いている篠崎歩みでなければ
あの本に封印はできない。鼻で笑うミスト。だから涅槃、天神将へ歩みが再度向かうように仕向けるわ。篠崎牧名の団地に向かわせる。腕を組みミストを睨みつける曲がりも負けていない。あの女が死んじまうようなことがあれば元も子もないぞ。分かってるわよ。クソ忌々しいけど援護するし。そうしろ、俺は俺で動く。協力と言ったって早い者勝ちよ。あの本があんたの手に入ることはないから、チビパーカー。こっちのセリフだよ、クソビッチ。お前もう協力関係にあったんかよこいつら。背を向けざまにミストはナイフを曲がりに投げる。曲がりは微動だにせず、ナイフは頬をかすめて木に刺さる。ちょっともう本当にこいつらもうなんか次元違いは別のゲームのキャラやん、こんな。上等。ぐちゃーと狂気の笑顔を作る曲がりだった。何これ、終わり？ああまだか。は？いやもう今回裸多いね。もうモザイクや。現在つまんだ幸せの石を見上げて風呂場に仰向けで寝かされてる曲がりな。マッサージ受けてるこれ。メイドに赤すりをされている。痛い。笑顔のメイドはそのまま続ける。ブックオブシャドウズ奪還のついでに、マホちゃんかさやかの事態ぐらいは見つけられるかな。いや、かわいいな。それはそれで面白そう。あっ、こすられて体が振動し、喋りながら揺れる曲がりは下をかむ。編集だる、モザイクすんの。飛び起きる曲がり。おい、何？お湯でお流しします。気持ちいいほどたくさん出ましたね。ツルツルか、お肌。ツルツルです。触ってみろ。では失礼して。今だけ俺がやろうか。洗い立ちの初期のようなつややかな擦り音がする。おお、赤すりもなかなかいいものだな。うん、許してやる。うん、はい。いや、父、おっき。天神将、だる。もう、ついていけませんよ、僕。ねえ、なんなん、こいつはこいつで結局、奈穂ちゃんとかさやかちゃん生き返らせてなんか戦いたいのか。なんかね、ちなみにね、ネタバレなのかもしんないから、ちょっと知りたくない方は10秒20秒飛ばしてよ。いや、10秒でいいかな。10秒飛ばしてほしいんだけど、さやかちゃんもね、なんか霊感がめちゃめちゃ強いらしくて、なほちゃんとか比になんない、霊感っていうか霊力かな、めっちゃ強いらしくて、まあ、すごいキャラだったんだよね、さやかちゃん。アイドル、ただのアイドルとかじゃなかったんだよね。キングサイズの、なんか、なんで、雨蓋付きベッドに仰向けに倒れる曲がり。やっぱでもこういうの、漫画とか小説とか読まないとなんか分かんない部分もめっちゃあるからさ、コープスパーティー。まあそういうのはなんかちょっと説明した方がいいのかなって、俺が知ってる範囲でね。ベッドの脇には、老執事、バルトの開けたトランクがある。お嬢様。いい声。優しいトーンで声をかけるバルト。準備が整いましてございます。寝転んだままのマガリは、じとりとそれを見て。しぶしぶ立ち上がり、天神所へ向かう準備を始める。パカリと開いたトランクの中身を確認する。めんどい、だるい、しんどくさい。いいキャラだなおめえ。水筒、菓子パン、黒ローブ、ろうそく、マッチ、ナイフだの指差し確認。おめえも菓子パンかよ、腹満たすの。めんどい、だるい、しんどくさい。ちょっと待って、こいつ菓子パン持ってきたって、なんかちまちま置いてあったのって、もしかして曲がりが置いてたの？明らかに違和感あったもんね、あの菓子パン。それがあのサポート？力貸してるってそういうこと？菓子パンそこら辺に置いてたの？お前？お嬢様、化粧水と美容液と乳液も。しっかりしてんな。筋がボトルを2つ持ってくる。しんどくさい。はい。いや、吐いて。終わりか？
すげえなこいつ。なんか全然天神症なんとも持ってなさそうなのが怖い。マウルトゥーバー、まあ結構あっさりめな感じだったね。コープスバーでアンロックされたマルトゥバの墓。あー、マガリ解放された。マルトゥバじゃねえや、マガリに関してはなんか知れば知るほど好きになってきたかも。まあ見た目がエチエチエッチだからね、まあ、それはまあ皆さんも私のことを分かってれば、あ、こいつ好きになりそうだなって思ったでしょ。まあ他のなんか重要キャラを殺した瞬間嫌いになるけどね。まあ今のところもミストの方がめちゃめちゃ好きじゃなくなったね。マルトゥバの墓、西洋の魔女たちが魔女狩りから逃れ、その末裔が作った組織の一つ。西洋の魔女たち、黒魔術教団をベースにした秘密結社である。組織としてはかなり過激で、黒魔術を使用した人権侵害も厭わぬ、技術開発で各界とつながっている。盗まれた拠点ブックオブシャローズの行方を探していると。もうほんと世界観がすごくなってきたな。マガリ、水木マガリ、マルトゥバの墓の幹部、継承権第4位、教団の前に放置された捨て子だったところを、あ、そういうこと。羊のバルトに拾われた。ナホに興味を持ち、同小学に転校してくる。普段の学校生活では猫をかぶってるが、本性は非常に好戦的。ヤゴーラに奪われたブックオブシャドウズの行方を追う。捨て子だったから、まあもうなるしかなかったって感じか。てかなんかもう、捨て子だから、普通のなんかね、一般学生みたいに何か勉強とかが代わりに、そういうなんかね、黒魔術とかのそういうのだから好戦的にもなるし、いろいろ大変だね。ね、マガリちゃん、このままチャプター3もやってみるか。ブラッドドライブエクストラチャプター03、譲れぬもの。次誰だ。おい、んー、刻み、なんだよ島田。ポッと出てきてポッとすぐ死んだサバイバルナイフの本当の持ち主島田。いい加減面倒だなお前。ん、今面倒とか言いやがったなこの野郎。いつも透かした面しやがって。こいつ出てくんだね。もう影薄いキャラだと思ったけど。てめえにだけは絶対負けねえ。ん、いいか、絶対にだ。こんなキャラだったっけ、こんなうるせえやつだっけ、なんかネチャネチャしてるやつじゃなかったっけ。なんかトウコちゃん見てさ、なんかエッチしたそんなそんな感じだったよね。なんか好きあらばトウコちゃんを狙ってるみたいな。あんなに煩わしかった夏の暑さも過ぎ去ってみれば少し寂しく感じられる。10センチメートルほど開けられた窓から涼しげな風が流れ込む。窓ガラスを通して差し込む光に島田は目を細めた。俺の名は島田海白檀高校に通いながらメンズバックルの読もやっている。メンズバックルといや、ゴミクズ。最低の本屋には置いてあるメンズファッション誌だ。厚生読もは結構いるが、中でも俺は別格の、いわゆるカリスマモデルってやつだ。自分で言うなよって思うけど、でも実際そうなのかな。俺が表紙を飾った月の売り上げは、いつもより1万部は増える。すごいじゃん。まあ当然か。すごいね。まあだからこうやってでかい態度も取っちゃうのか。女には不自由してねえし、金にも不自由してねえ。だけど刻みには劣ってると思ってんの。喧嘩も強え俺はまさに完全無欠だが、そんな俺にもただ一人どうしても許せない男がいる。おう、それは思いがけない衝撃に弾かれるように前方へと倒れ、勝手に進んだあって、ん、今何かにぶつかったか一瞬違和感を覚えた刻みだったが、歩みを止めることなくそのまま行ってしまった。あ、待てこの野郎、おい。ズキズキとした痛みをこらえながら島田は思い切り抗議の声を上げた。しかしその声が刻みの耳に届くことはなかった。相手にされてねえんだよおめえ。てかお前の話なのこれ。もういいよ別に、もうお前あんま興味ねえもん。くっ、あいつの名は刻み優也。無駄に図体がでかくていけすかねえ。俺にとっては天敵とも言える男だ。お前だけだよそう思ってんの。これまで何度も勝負を挑んでは返り討ちを食らってきた。負けてんだ。悔しいが、あいつにだけは一度も勝てた試しがねえ。だってお前鼻ないもん。言っちゃうと俺からすれば刻みは鼻しかねえもん。もうお前ないもん。見た目だけやなんかチャラいの。あんな規格外のやつとまともにやり合うのもバカバカしい。そう自分に言い聞かせようとしていたが、でも負けたくねえんだプライドだろ。さすがにもう我慢の限界だ。お前プライドすごそうだもんな。こうなったらどんな手を使ってもあいつに膝をつかせてやるぜ。しかもお前が確実に勝つためには、まだ喋るのか。まずは情報収集からだよな。そこからすんの。
やもうこいつはトウコちゃんが好きでやってるけど、もうトウコちゃん刻みだもんな。お前全部負けてんじゃん、刻みに。なんで俺刻みの肩持ってんだろう。そうつぶやきながら階段近くまでやってくると、片山と大川がゲームの話で盛り上がっていた。あの二人か、出てくんだね、ちゃんと。ともひろのトピモンって何属性だったっけ。トピモン、水に弱い火属性。涼介は同じく火属性。ああ、土属性のやつどっかにいないかな。何トピモンって弱い弱い。そうか、あいつの弱点を調べれば。そうか、弱点か。つうか、あいつ何属性だ。何、しばらく考え込んでいた島田が、これ席か、席を聞いたように笑い出した。いや、キモ。気持ち悪っ。笑ってるよ。いや、ほんとびっくりするよな。なんだ、勝てる勝てるぞ、今度こそ完勝だ。早く落ちろお前、窓から。戸惑いを隠せない片山と大川を知り目に、島田は息を言おうと階段降りていった。今の島田だよね。相変わらずよくわからんやつだな。誰も理解できねえ、あいつ気持ち悪い。急に廊下で爆笑するやつ。こうして俺はあの能面野郎の弱点を探すことにした。ガイアが俺に囁いた、勝利は俺の手の中にあるぞ。こんな熱血キャラだったっけ。なんか不思議だな。誰だ。おい急げよ、早くしねえと場所なくなるだろ。お前が食うの遅えんだろが。文句言ってねえで急げよ。うわっ、な、何てえなあ、もう誰だよ。半ば八つ当たり気味に文句を言った直後に、少年は激しく後悔した。なぜ自分はよそ見などしていたのか。背筋に冷たいものが走る。ぎろりと男子を睨む島田。あ、終わったね君。ああ、ぎょっとして萎縮する男子生徒。んだこれ、人にぶつかっておいて謝りもしねえって、いい度胸してんな。まあまあ、廊下走ってるやつが悪いな。島田、男子生徒の胸ぐらを掴んで恫喝する。いや、ちょっと急いでて。あ、これ刻みくんじゃねえの。やめろ、喧嘩はやめるんだ、ゆうかちゃんって。へえ、急いでたらぶつかっても謝んなくていいのか。いいこと聞いたな、おい。じゃあ俺も急いでましたってことで、お前をぶん殴っても謝んなくてもいいんだよな。ああ、やんのか、刻み来るぞこれ。やめろ。どいつもこいつもガキくせえったらありやしねえ。これだから昼に来んの嫌だったんだよ。バカが無駄にはしゃぎやがって。うん、だり。昨日の撮影も結局終電間に合わなかったし、朝寝たところで全然寝た気がしねえんだよな。いや、マジでどうでもいい。ちょ、おめえの話どうでもいいんだわ。ああ、マジネミ。な。気だるげに歩いてると、廊下を半分塞ぐようにして3人の女子生徒が談笑してる。3人はまだ島田の存在に気づいてないようだ。あ、あの3人かい。島田ってさ、あ、モブか。モデルやってるだけあってやっぱかっこいいよね。あいつ遊びすぎてて逆にキモいじゃん。結構ひどい扱い受けた子もいるって聞いたよ。私は断然刻み派だね。頭いいし背高いし、他の男子に比べて大人って感じでさ。やっぱ派閥は2つなんだ、刻みか島田なんだ。喋んないけど、すごいっていうか。たださ、これおもろいのが、こういう派閥ってなんかさ、イメージ的にどっちかがなんか攻撃的な男で、もう一つがクールで優しいみたいな、どっちもやばいの、やばくない。どっちも一人サイコパスでとんでもねえ人の歯食うような男で、もう一人はねえこういうタイプでしょ。もうあかんやん。大川とか片山でよかったやんね。私も福呂井もいいや。刻み君と島田どっちがいいって言われたら刻み君かな。俺は福呂井って選ぶけどね、あのメガネ。なーに、あなたさっき島田のことかっこいいとか言ってなかった。やだな、あれは鑑賞用って意味。ああ、
あんな典型的なナルオ本気で付き合いたいわけないじゃん。まあちょっと気持ちわかるよね。なんか付き合いたいとかじゃないけど、なんか目の保養みたいなさ、可愛い子でもかっこいい人でもあるよね。あいつに本気になっちゃうとかありえないでしょ。ひどっ。でもすっげー聞こえてるやん。意外とさ、遊ばれてんのはあいつの方だったりして。うわー痛すぎ。口開かなければいい男なのにね。鑑賞用は鑑賞用らしく黙ってろっての。言い過ぎじゃない？だよね。島田マジうざ。君たちの方がうざいと思うけど、正直言うと。今だけは島田の味方になりたいな。この合流女子あんま好きじゃない。ちおい、聞こえてんぞこれ。いいぞ。キャー！んなとこでだべってんじゃねえぞ。クソ女どもが。やだ。怖い。いや怖いって、でも自業自得じゃない？聞こえるぐらいでかい声で喋ってんだぜ。しかも悪口じゃん。何よ、そんなんだからみんなに嫌われて。ああ、小物がなんかほざいてんな。みんなって誰だよ。ほら言ってみろよ。ほら言えよ。ほら今だけ島田の味方や。俺もほらそういう悪口をかけてぐちぐち言ってやつらの方が友達に嫌われてんだよバカが。行こう。うん。おめえらな、なんであんな奴が白弾にいんのよ。うわ、それ思うよ、こうかな。でも全員好きじゃねえし、ぶっちゃけ。今だけ島田の味方風を襲ったけど、今ちょっと出てきた奴ら片山と大川以外全員好きじゃねえし。あ、北見も好きか。俺生徒たちはその場から逃げるように走り去った。ザコか。あー気分悪い。まあまあ気分悪くなるな。島田頑張れ。おめえも私立白弾高等学校、このストーリーで俺を好きにさせてみろ。戦後の国際化推進及び活性化プロジェクトの一環として、この町に誘致された学校法人の一つであり、オーストラリアにあるバルテーヌ学園の兄弟校として設立された。はい。開校当初は裕福な家庭の男子ばかりが集まっていたが、現在は共学校として運営されている。自由な校風ながらも比較的素行のいい生徒たちが集まっている中で、彼はまさに異彩を放つ存在だった。いや、比較的素行のいい生徒たち本当にいる？さっきの女子たちだって別に素行良くないじゃんね。だって廊下でさ、3人固まって人の悪口言ってるのがそこいい生徒とは言われなくない？さてと、それじゃあ早速情報収集と行くか。うん、情報収集って、これ選択肢あんの？セーブできねえんだよな。生徒会室、教室、教室行ってみるか。生徒会室って言ったら袋井とかいんのかな。あと美月ちゃんとか。島田は3階にある自分のクラスへと向かった。教室の中には他の生徒たちに混じってエミと東郷がいた。お、女子向けのファッション誌を広げ楽しそうに話してる。なんか今作で絶対出てこないのかなって思ってた子たちが出てくるだけで嬉しいな。浦部と桐崎ならあいつのこといろいろ知ってそうだな。うん。てかまだこの時って東子ちゃんのこと好きじゃなかったの？廊下側にある窓の下に隠れ、こっそりと中の様子を伺う。あ、ねえエミ、この中で一番可愛いのってどれだと思う？君、東子ちゃん可愛いよな。そうね。エミちゃん、これなんかいいんじゃない？エミちゃんはね、梅雨でやっとなんか主役みたいになってたけどね、なんか影薄いみたいに言われてて。でもさ、これってレースつけすぎっていうか。お、前はこういうの好きって言ってなかったっけ？レース？あ、言ったけど、やっぱり私には似合わないんじゃないかって思えてきて。似合う似合う。そうかな。似合うよ。トーコだったらこういうのもありだと思うけど。うん、可愛いもん。やっぱりダメ。一度似合わないって思っちゃうとダメなんだよ私。思わず頭を抱えた瞳子の視界に机の上に置かれたメンズファッション誌が映った。メンズファッション誌か。エミ、あれって男子向けの雑誌だよね。ん、ああね、ちょっとだけダメ？え、やっぱり勝手に見ちゃダメじゃないかな。そうだけど、エミだって男子が読んでる雑誌って気になるでしょ。うん。じゃあ本当にちょっとだけだよ。よし、それじゃあちょっとだけお借りします。へえ、男子ってこんなの読んでるんだ。メンズバックルって本屋さんでもよく見るよね。島田いいんでしょ。うん、結構派手な服が多いね。うん、私なんかこういうの好きなやつ知ってるかも。島田？そうつぶやきながらページをめくっていくと、見覚えのある姿が目に入った。ゲッ、うん、ゲって出ちゃうんだ。あ、これ島田くんだよね。うん、
そもそも俺が忘れてるだけかもしれないけど、なんでこのメンツの中にあの島田も行ったんだろうね。そのこのメンツで白檀高校のメンツでさ、あの天神署行ったわけじゃん。島田が一緒に行った理由がちょっと俺よくわかんない。あったっけそんな。今注目のイケメン読も現役男子高校生の本音とは？ん？ってなーに気取ってんだか。変にカッコつけすぎだっての。でもすごいよね、高校生でモデルとかさ。うん、島田くん怖いけど見た目だけはかっこいいもんね。見た目だけ、うん、あいつもさ、いい加減威嚇すんのやめたらいいのに。うん、ゆうやにもすぐ突っかかってくしさ、どんだけ負けず嫌いだっての。もし付き合うならああいうんじゃなくて優しくて誠実な男子がいいよね。うん、で刻みでしょ。例えばもう未来知ってんのよ。刻みくんとか。うん、いやもう出ちゃった。うん、そう、ごめん今さ。わかってる。ちょっと3秒ぐらい前に戻ってくんない？一瞬トウコちゃん顔消えたくね。のっぺらぼうみたいになってたぞ。ゆうやってさ、怖かったよ。寡黙だけどさりげない優しさと気遣いができるんだよね。うん、でも歯食われたよ君。きっとできる男っていうのは、いや食う男、ゆうやみたいな人のことを言うんだよ。歯食う男だよ。君の歯食ったやん。ねえトウコって、キザミくんのことになるとすごいテンション上がるよね。ぶん殴られて歯食ったんだぞ。当然ゆうやこそ私の理想の男子。違うて。理想の王子様だもの。違うて。でもな、ゆうやって感情とかあまり顔に出さないタイプだから、うん、何考えてるかよくわかんないんだよね。キザミが感情を出すときはゆかちゃんしかないもんね。ゆうや、どんな子が好きなのかな。ゆかちゃんだよ。もうゆかちゃんに関してはもうランラビットランとか、ゆかちゃんとかさ、もうあいとかもう何でもするやん。そこをトウコちゃん見た時にそれでも好きなのかどうかよね。さあ、ゆかちゃんは受け入れたよ。キザミくんが恋の話をしてるとこなんて見たことないし、ゆかちゃんや、聞いたこともないしね。結局ゆかちゃんしかいねえのよ、あいつの相手は、務まる相手は。だよね、ミステリアスすぎるんだよ、ゆうやは。いや、サイコパスだよ。まあ、そこがかっこいいんだけど。ミステリアスとかじゃないもん。ただの愛よ。新お兄なのよ。その後も楽しげに話すトウコたちだったが、それとは相反するように廊下では島田がぐったりとした様子でうなだれていた。しかし、そんな島田の耳に聞き覚えのある声が飛び込んできた。声の主の靴音が徐々に近づいてくる。ん？誰だ？聞き覚えのある、やべ、慌てて近くにある男子トイレに身を隠した。よう、二人さん、切り裂きは相変わらずゆうやの話で盛り上がってるな。なになに、ただいまガールズトーク中ってやつ。ガールズトーク中ですが何か。すぐ切れるな。キレのある回答どうもです。まあ仲いいんだろうな。片山と大川が教室に入ったことを確認した島田は元の位置に戻って再び耳を澄ませた。そういう片山くんたちはボーイズトークでもしてたの？ボーイズトーク？いやー、俺らの場合ボーイズトークというかゲームトークというか、あ、まあそうだね。ギャルゲーにおける女子の落とし方など日々考察検証しているわけで。いいな、俺も参加して。最近のギャルゲーは鉄板展開を維持しつつも、うん、プレイヤーを飽きさせない意外性も多数組み込まれているからね。すごい語るな。情報交換はまめに行わないと、うん、情報といえば最近のゆうやの評判はまさにうなぎ登りらしいぞ。何したんだあいつ。ゆうやは何でもそつなくこなすからね、うん、あそこまで突き抜けてると男子的にもライバルというより頼もし。いや、あそこまで突き抜けてるとってちょっとなんか別の言い方にも取られ、なんかチンチンが突き抜けてるみたいな。何を考えてるん？ひざみ、あそこまでクソでけんのかな？ねえ、もうファスナーとか全部突き破っちゃってみたいな。はい、やめよう、こういうの。あー！トウコ？それって、ユウヤのこと好きって子が今よりもっと増えるってことだよね。ただでさえ競争率高いのに男子まで？どうしよう。男子まで？まあでもトウコちゃんトップレベルで可愛いでしょこの学校で。桐崎、なんかそれ違う気がするぞ、うん、困るよ。これ以上ユウヤに近づかないで。苦労するな、乙女だな。桐崎、ほんと乙女なんだな。いや
いやいや、涼介も否定しよ。トウコ、とりあえず落ち着いて。エミ、大丈夫大丈夫。ふむ、モテる男は大変だな。いいな、頼りがいのある器用な男というのもなかなか罪深い。ほんとなんかずるいようなモテる男ってサトシとかさ、ユウヤってさ、何でもできちゃうイメージだけど、うん、苦手なものとかあるのかな。ん、なんだろうね。いや全然あんま想像つかないな。ユカちゃんは好きだしな。そりゃあるだろう。人間誰しも苦手なものくらいあるものさ。あいつあるか。そういえばキザミ君、生物の授業でカエルの解剖をやった時いつも以上に無表情だったよね。いやもう心の中最高だったんだろうな。もしかしてカエルが苦手だったりしたのかな。いやもう解剖が楽しすぎたんだよ、カエルとか関係なしで。わかる、俺も生っぽくてヌルヌルしたやつ嫌いだもん。いやもうキザミ大好きなのよ。いやこの場合カエルじゃなくて解剖が苦手だったのかもしれないぞ。逆もう大好き。思い出しただけでもゾッとするよ。あんなグロい授業好きな人っていんの。いやキザミ、じゃあ鬼やっぱりカエルだよ。あい、そうとも限らないんじゃない。キザミくんが他の動物を触ってるのとか見たことないもの。動物全般がダメということか。でも私ユウヤと散歩中の犬がすれ違ったのを見たことあるよ。はあ、じゃあ猫とか。まあ殺してたんでしょ、猫とかを。あいつやべえな本当に。チャイム鳴ったね。いや顔、二人どうした、困り顔。いけない、確か次の授業移動だったよね。そろそろ行かないと遅れるよ。もうそんな時間か。時が経つのは早いものだな。行くのか島田。トウコたちが教室から出て行くと、教室の廊下側の壁に寄りかかるようにしゃがみ込んでる島田がいた。それ見られるの結局。何？何やってんのあんた。怪訝な顔でボソッとつぶやくトウコ。ほっとけや。島田くんも早くしないと遅れるよ。偉いね、ちゃんとエミちゃんそういうこと言うんだね。なんだかなこの二人お似合いなんじゃね。黙り込んだままうつむく島田の姿に片山は何かを悟ったかのようにポンと手を打った。ああ、うん、ささ、みんなの衆急がないと俺たちも遅れてしまうぞ。でも、あと3分走らないと間に合わないかも。島田も早く来なさいよね。いい子たちだね。そう言いながら塔子たちはバタバタと廊下を走っていった。え、もう一つ選択肢どうすりゃいいの。あったよね。一方島田はがっくりと力の抜けた体を引きずるように教室に入った。全部のこと聞いてたんでしょ。でももうトウコちゃんキザミのこと好きなのはもう知ってんだね。さっきまでトウコたちが見ていたメンズバックルをじっと見つめる。何その顔。どいつもこいつもキザミキザミキザミ。俺だってな、俺だっていろいろ。いや俺あんま共感できないけどね。だいたいドグモだってな、お前らが思ってるほど楽じゃねえんだよ。いやそれはそうでしょ。トップ維持すんのすげえ大変だし。頑張ってんだね。めんどくてもブログまめに更新したり、コメに返事したり、うん、見えねえとこで結構努力してんだよ。頑張ってんだな。ちっくしゃ。うん、すげえ頑張ってんのは分かったけど、お前は好きになれん。まあ、キザミの弱点が分かっただけでもよしとするか。ああ、いや弱点じゃないけどね。ぼーっとした様子でパラパラと雑誌をめくっていた島田の指が、ふとあるページで止まった。ん？これかっけえじゃん。ネットでサバイバルナイフなんて買えるのな。いいなあこれ。これで買ったんだ。直前なのかな。じゃあ最後の最後に美月ちゃんとか袋に出てきて行くことになったりすんのかね。直前か、その日なのか行く。こいつ授業どうすんの？ん？これ急に展示しよう。あ、なってねえか。びっくりした。あるかと思った。よーし、これで準備は整ったぜ。あとはあいつに。ん？目を凝らしてみると、数メートル先にキザミがいた。
やっぱ俺って持ってんな。お前普通にキザミのこと大好きやん。おいそこのシケメ、今日も一人で下校とは寂しいやつだな。って無視すんじゃねえ。待てって言ってんだろ。本当に相手されてないな。完全に無視を決め込んでるキザミに対し大きな声で怒鳴りつけ続けた。すると無表情の中にもどこかうんざりした様子でようやくキザミが振り返った。なんだ、人の顔見るなりため息ついてんじゃねえよ。いいか、俺はな、狙った獲物は逃がさねえタイプなんだよ。そう言ってるけどお前がボコボコにされてんやろ。獲物は逃がさねえとか言ってんのに。獲物とは俺のことか。お前以外に誰がいいんだよ。ほう、やれ思いっきりボコボコにせえ。今日の俺はいつもの俺じゃねえぜ、キザミ。今から俺と勝負しろ。ビル風に愛された、ここの俺は完全無欠。思う存分後悔しろや。こいつ痛くない？ねえ、痛いんだけど。セリフがビル風に愛された、ここの俺は完全無欠って痛い。かっこいいとかみじんも感じない、たらたら痛いって。おい、んだよ。いい加減面倒だなお前。ボッコボコにしてやれもう。ああ、今面倒とか言いやがったなこの野郎。面倒やろ、いつもすかしたツラしやがって。てめえにだけは絶対負けねえ。いいか、絶対にだ。だる。俺は一生一人だ、それでいい。その代わり誰にも負けない、絶対だ。おい、そういう風に思ったの？おいおい、聞いてんのかギザミ。そうか、そうかって、てめえ何笑ってやがんだよ。人をバカにすんのも大概にしろ。別にお前だけバカにしたつもりはないんだがな。はあ、意味わかんねえ。そうやっていつまでも余裕かましてられると思うなよ。早よ始めろ。これでも食らいやがれ。島田秋ザメに向かって思い切り何かを投げつけた。あ、カエルか。この野郎、簡単にキャッチしてんじゃねえよ。でこいつわざわざカエル見つけてたの。ちょっと可愛いな。カエルだ。キザミの右手には緑色の小さなカエルが握られていた。やるぞこれ、握りつぶしたりすんじゃねえのこいつ。何のつもりだ。ならこれでどうだ。今度は大きな白猫をキザミの目の前に突きつけた。にゃーん。ん？島田、お前は一体何がしたいんだ。はあ、んだよこれもダメなのかよ。くそ、なんで聞かねえんだ。あいつらいい加減なこと言いやがって。いや、あのこれが勝負な。これでキザミがビビったらお前の勝ちになるんか。これなあ、そもそもこれ勝負として成り立ってる。悔しがる島田を気にも留めず、キザミは白猫をじっと見つめた。猫に向かってそっと手を伸ばす。こんな猫いる？こんな喋る猫いるか？なになに、あ、しまるがいるのこれ。バカ猫！それまで唸っていた猫が急に暴れだし、島田の手や腕を引っかいて一目散に逃げ出した。まあ正解だよ、キザミの方やべんだもん。逃げたぞ。うっせえ、てめえのせいだろうが。てあのクソ猫、めちゃくちゃ引っかきやがった。お前、どれも全然効いてねえじゃねえか。ここは引くしかねえな。これは勝利への撤退。いいか、これで勝ったと思うなよ。そう言い残して島田走り去っていった。まったく騒がしいやつだ。いや、これカエルまだ持ってんだろお前。あれ、特に何もしなかったのか。なんかするかと思った、島田がいなくなった瞬間に。ちくしょう、昨日は散々だったぜ。マジであいつに弱点なんてあんのかよ。あ、これで次あの生徒会室行くのかな。いや、絶対にあるはずだ。
ないわけがねえ。さっさと決着つけねえと。でもいいだろ別に。悶々とした気持ちを抱えながら生徒会室までやってきた。ああ、もう自動的に行くんだな。で、これフクロイとミツキちゃんいんだろ。いるでしょ。邪魔するぜ。扉を開けるとそこには刻みかい。窓際に椅子を置き目をつむってはいるが明らかに眉間にシワが寄っている。島田の声に反応して目を、開いた刻みは鋭い目で島田を睨みつけた。刻みに睨まれてひるむ島田。いや、ひるむんかよ。なんだよ、やんのかこれ。かい、お、生徒会室で揉め事は起こすなといつも言っているだろう。フクロイ、あれ、なんで開けっぱなしになって。黒崎、うーわー、なんか俺やばい時に来ちゃった。こういうのする方に全員の注意が向けられる。黒崎、いいところに来たな。俺的にはバッドタイミングだぜ。この部屋冷たい空気が充満してんだけど。お前はミスキちゃんに会いに来たんだろ。そこの二人が8000円だ。人を汚ねえもんみてえに言うんじゃねえ。いや汚ねえやろお前。それで黒崎、何か用があったんじゃないのか。ああ、うん、実はこれみんなと一緒に食べようと思って。おう、なんだ。ん、これは、そう、学食名物の R2 焼きそばパン。何それ。いつもは売り切れてんのにさ、今日はたまたま手に入ったんだ。 R2 って何。でさ、面白そうだからこれからこれで運試ししようぜ。 R2 焼きそばパン。 R2 とはロシアンルーレット、あー、そういうことの頭文字。そんなん学校にあんの。その日販売される限定20個のうち5つに激辛チリソースが仕込まれてるというロシアンルーレットをイメージした密かに人気の惣菜パンである。こんなん学校で出すなよ。しかし、おい、このパンはかなり危険だと聞いたぞ。そんなからよ。食べたものは意識を失いそうになるとかならないとか。マジ？俺ぶっちゃけでもそういうの好きなんだよね。そんなのただの噂だって。マジでヤバかったらとっくの昔に販売中止になってるだろ。まあな、それはそうだが。あー、でもこれ刻みは無理か。ん？は？弱点か？じゃあ俺とフクロイと島田の3人で。いやいや、もちろん刻みもやるよな。 R2 といえば超レアなパンだぜ。食わないとかマジねえわ。ああ、そうだ、せっかくだから昨日の続きしようぜ。なあ刻み、まさか逃げるとか言わねえよな。クソ喋るな。しつこいやつだな、お前も。はっ、当たり前だバーカ。負けっぱなしで引き下がるほどは俺はヘタレじゃねえからな。だからこれ勝負になるん？今日こそ白黒をつけさせてもらうぜ。どうやってよ。この R2 焼きそばパンでな。お前しょうもねえって分かんねえのか自分で。そうだな、ただの運試しってのも面白くねえから、なんかかけようぜ。もしお前が勝ったら、そうだな、お前に次号のメンズバックルの表紙を飾らせてやる。お前が決めれるのそれ。だがどうやって。お前が負けた時には俺に土下座して、てめえの負けを認めろ。いいだろう。いいんかよ。その勝負受けて立ってやる。お前表紙飾りたいの。え、ちょ、刻み、黒崎、それをよこせ。もう知らないからな。黒崎、刻み、島田、フクロイの4人はそれぞれパンを手に取って食べやすいようラップを剥がす。みんな準備はいいか。しょうもね。ああ、いつでもいいぜ。ちょっとさっきのエクストラチャプター2は割と重要やん。なんか曲がりとかの、こっちなんなんねえ。しょうもね。全部がしょうもね。やんの、なんで俺まで。いや頑張ってフクロイ。それじゃあ行くぜ、せーの。え、もうお前諦めろマジで。なあ、島田が当たったみたいだな。大丈夫かカイ。おい、これ表紙飾んの刻み。チリソース入り焼きそばパンが見事に当たってしまった島田は口を押さえながら悶絶する。何度も吐き出しそうになるのをこらえながら何とか全てを飲み込んだ。おお、でも根性あるな。ったくしょうがねえな。ほらお茶。
黒崎が差し出したペットボトルを奪い取り、一気に飲みます。酔ったやん、お前よくやったな。まあ、根性は俺ぐらいか。俺は根性だけは結構自慢できるレベルであるからな。俺も食えるよ、多分。島田、涙目になってるけど平気か？泣いてねえよ。いや、泣いてても別にいいだろ、ちゃんと食ったんなら。そうか？偉いぞ。だってお前、泣いてねえって言ってんだろ。ああ、もう分かったって。そんなにムキにならなくてもいいじゃん。なんか普通に友達としてなんかおもろいな、こいつ。あんま好きじゃねえけど。どうやら俺の勝ちらしいな。調子飾んの？なんで俺に当たるんだよ、チクシャ。確か事前に調べた情報によれば、チリソースが入ってるやつは焼きそばの量が多めだったはず。ああ、ちゃんとこいつ調べてたのか。いや、ずるやん。あの情報はガセだったのか。お前全部ガセつかまされてるじゃん。自問自答を繰り返してるであろう島田を放置して、黒崎はうつむいたまま動かない刻みに向き直る。刺激しすぎないようそっと刻みの顔を覗き込んだ。おーい、刻みも大丈夫か。え、刻みも当たってたの？何がだ。何がって、お前パセリ苦手だったじゃん。え、ほらもう意地張って無理するから。お前顔色悪いぞ。パセリって、でもそんなに、え、もう下に焼きそばパン入れた時にパセリ感じないほどじゃないの？嫌いだと そんな強く感じんの？パセリ。わ、やっぱ。まず口を押さえた黒崎をひざみがギロリと睨みつける。ガチ弱点じゃん。え、じゃあゆかちゃんがもし天神症にパセリあるわけねえけど、パセリ持ってたら、ゆかちゃん、それはパセリ。あつさんだな、そういうの。そうか、お前の弱点はパセリ。パセリだったのか。意外だな。どうせ。確かに俺はチリソースでダメージを食らった。だがな、てめえもパセリでダメージを食らってる以上、この勝負はドローだ。いや、でも意味わからん。奇弁だな。本当にしょうもないって。だとこの野郎。お前本当にしょうもないよ、こうやって威張ってるけど。俺が負けるなどありえん。ね、お前も結構そういうとこあるんだな。なんだ。ああ、なんだよこんな時に。あの野郎のイベントどうでもいいでしょ、みつけちゃんとか出てきてくんねえかな。はいはい、ああ大丈夫っすよ。わかりました。はい、それじゃあ。ちゃんと敬語使えるんだな。なんだ、仕事か。ああ、なんか急ぎの仕事が入ったとかで呼び出された。うん、まあそういうことだから、この勝負はお預けだな。何を言っている。この場合お前の危険負けだろ。はあ、違うね。第三者の介入で続行不能、ただそれだけの話だ。つまり俺の負けは成立しねえんだよ。お、言い任されたな。じゃあな、俺は売れっ子だから忙しいんだよ。カイ、いくら仕事だからってあまり無理はするなよ。いやさな、学生の本分を忘れたら。わかってるって。つうか、なんかあったらまたフォローよろしく、生徒会長さん。さてと、それじゃあ俺は行くぜ。負け犬が。お、あぁ。んだとこら。キザミも言うようになったな。また始まったよ。キザミって意外に負けず嫌いだからな。ね、お前ら頼むから喧嘩は外でやってくれないか。頭を抱えるフクロウをよそに、島田とキザミの口論はヒートアップしていく。ほんとてめえはムカつく野郎だな。行けやおめえ。あー、胸くそ悪い。それは俺のセリフだ。己の力量をわきまえず無駄吠えするこの打剣が。てめえ、今打剣とか言いやがったか。ああ、やっぱ絶対許さねえ。後で泣いても死んねえからな。よく吠える犬だ。もういいよ。誰が犬だこの野郎。
もういいよ。もう一度勝負しやがれ。進まねえよ話が。いいだろう。俺とお前どちらが上か思い知らせてやる。ちょっとだ。うるせえ。完勝を決めてやるから覚悟しやがれこの能面野郎が。もうへえやめろ。おい黒崎、卵パン買ってこい。もうまたパンかよ。俺いつまで続くんこれ。ねえ、あ、ねえ、ココちゃんだ。今月号のメンズバックル見た？え、まだ見てないけど、どうして？え、もしかしてマジで刻み出たんかな。昨日たまたま本屋さんで見つけたんだけどさ、じゃーん、なんとゆうやが表紙なの。じゃあ勝負に勝ったってことか。なんで刻み君が？あ、俺知ってるよ。なんでも運試しだって言って島田とゆうや、正確には雅人と健介の4人で R2 焼きそばパンを食べたらしい。うん、でも勝負はそれだけじゃ終わらなくて、その後ゆうやと島田の一騎打ちで卵パン早食い対決したらしいよ。でいつも通り島田の敗退で終わったわけだが、どうもその勝負にかけちゃったらしいんだよな。うん、メンズバックル表紙モデルの権利。でもしっかり刻みもそれやったんだな。おもろ。島田くんらしいというか、なんというか、つい勢いで行っちゃったんだね。だからそれはまあ島田らしいのはわかるけど、刻みはらしくないやろ。あいついっつも余計なことばっかするけど、今回は超感謝。島田ありがとう。刻みそういうの断るんじゃないんだね。それにしてもモデル経験のない刻みくんを表紙にって出版社の人もよく OK 出したよね。あ、見た目だけはめちゃめちゃイケメンだからじゃねえの。ま、あいつは白檀一器用な男だからな。へえ。何この話。あいつが表紙を飾った今月号の売り上げが3万部を超えたらしい。いや人気すぎやろ。はあ、嘘だろ。こんなに広くて青かったんだな。お前もう病んでるやん。正直勝負に負けたからってモデルの仕事がどうこうなるもんじゃねえって思ってた。なのに編集もカメラマンもあっさり OK 出しちまうんだもんな。ああ。くそ、なんなんだよあいつは。へこむわ。関わるな。でもこういうのが発端でこいつも天神賞行ったのかな。何なんだろうね。もう全然覚えてねえわ、お前が何で言ったのか。いや、ん？ちょっと待て、俺はカリスマモデル、こんなとこでへこんでるとかマジねえだろ。俺は負けねえ、負けるはずがねえんだ。むしろ本当の戦いはこれからだ。俺にはガイアがついてる。次こそあいつに一泡吹かせてやるぜ。覚悟しろよ刻み。ああ出た、気持ち悪いタイムだ。屋上で笑うな一人で、怖え。終わり？あ、まだあるのかい。凌介、なんか怖い笑い声が聞こえるんだけど。ここからも聞こえんのか。いやあいつはほんといつも楽しそうだよな。ほんとに怖いな。今日も白檀は平和だわ、ね、楽しそうだわ普通に見てるだけだと。終わりかこれで。いやただのコメディやんこの話。いいんだけどさ別にエクストラチャプターだから。島田が主役って誰が想像できんのよ。いやおもろいな。坂巻学のメッセージ、ん？吉田聖子、あ、じゃあ声優さん、ん？でもね、あれ今までキャラの名前じゃなかった？違うか。あ、すごい。すごい増えたよ。あ、すごい。あ、いっぱい増えた、いっぱい増えた。あ、もう、白檀のキャラいっぱい増えた。ちょっと待って、一応選択肢あったけど、あれ？もう一応やるか。別に見なくてもいいと思うけど、一応やるか。生徒会室行ってみよう。みつきちゃん、出てきて。
会いたいわ、久々に。可愛いしね、普通に。あ、落語研究部から予算申請書って出てきてるか？来るな。まだよ。そろそろ出してくれないと困るんだけど。可愛い。この子死ぬ間際もかっこよかったからね、刻みに殺される時に。そうだな。男よりもかっこよかった。声かけておくか。うん。モニターの画面を見ながら袋井はリズミカルにキーを打ち続ける。書棚の分厚いファイルをチェックする美月の手もまた止まることはなかった。あそこの部長、言い訳ばっかで手が遅いのよね。そうなの？まあ落語をやってるくらいだから口は達者だろうな。そうなんだね。袋井をじーっと見つめる美月。おい、やめろ、イチャイチャすな。じっと見つめる美月の視線に気づいた袋井は手を止めて振り返った。なんだ？袋井ってさ、落語やってますって言っても全然違和感ないよね。確かに。いやあ、ようこそおいでくださいました。時代が変わればいろんなものが変わっていくもので。いや、もうノリいいなこいつ。歌は世につれ、世は歌につれと申しますが、昔はあんなに可愛かったお嬢さんも今や孫を連れて歩いているのを見ますと、いや、クソうめえな。ああ、自分も随分年を取ったものだと。いいな、こういう人がね、トップに立ってほしい。なんでだよ。お前の俺に対するイメージってどんなんだ。お前完璧なノリツッコミだな。どんなって単に着物とか似合いそうって意味だったんだけど。いや、クソうまかったよ。え、いや、へって。何、私なんか変なこと言った？いやいや、素質あるな。美月ちゃんも言ってやれよ、褒めろよ、ごまかすように。あー、いや、そうか、うん。いや、いや、すっごいセンスあると思うけど。あとは袋井ってなんかお父さんみたいだよね。ん？うん、まあちょっと傷つくのかな。お、うん、彼氏とかとしては考えられてないってことか。お父さん。袋井どうしたの？でもしっかりしてるところでしょ。おーい、ねえ、全然褒め言葉だと思うけど。だってお父さんみたいな人と付き合いたいみたいなさ、そういうなんか旦那さん欲しいみたいなちっちゃい頃の女の子とかって言うじゃん。なんかわかんないけど、でもなんかそういうことじゃねえの。呆然とする袋井の顔の前で美月はひらひらと手を振った。お父さん、あんま考えすぎんな。お父さんなのか俺。いや、大丈夫だ。だって高校生のくせに妙に落ち着いてるとこあるし、うん、時間があると本読んでるかクロスワードやってるでしょ。いいじゃん。それって高校生っていうより通勤電車のお父さんだよね。うん、言われてみればそうかもしれないが、美月、俺ってそんなにおっさん臭いのか。いや、そうは言ってないやろ。だからさっきからそう言ってるじゃない。いや、おっさん臭いんかい。ちょっとかわいそうだな。そうか、俺はそんな風に見られてたんだな。いや、あんま気にすんな。うん、そ、嘘かい。え、イチャイチャすんな。確かに趣味はおじさん臭いけど、面倒見のいい頼りになる生徒会長だよ。おう、美月、いいじゃん、めっちゃ信頼されてるやん。てか、お前ら一番お似合いだぞ。よかった、このままお父さん固定だったらどうしようかと。あ、そういえばお前最近なんか嫌なことでもあったのか。ん？え？別に何もないけど、なんで？何？いや、時々辛そうな顔したりぼーっとしたりしてるからさ。まあ言いたくなければ言う必要はないんだが、もし何かあったらいつでも相談に乗るからな。いいやつ。ありがとう、袋井。あんたやっぱ面倒見いいよね。あ、いいやん。まあいい、お父さんだからな。おぉ。でも私あんたのそういうとこ好きだな。おい、うん、おい、美月。ごくりって唾飲むな。あのな、美月、俺はお前のことを。いや、このタイミングでこくる？島だ。袋井、ちょっと聞きたいことあんだけどよ。最悪。まあ山本もいるならちょうどいい。ちょっと待って、お前にも。ってどうしたよ。これ1の方の選択肢でさ、あのクラスに行ってたらこいつ告ってたんかな。告白を邪魔されて怒る袋井。いや、ほんとこいつ邪魔だな。かい、お前な。まあでも告るタイミングもちょっとよく分かんなかったけどな。んだよ、機嫌悪いな。それよりさ、聞きたいことあんだけど。なんだ。実はよ、今度キザミを遊びに誘ってやろうと思うんだけどよ、あいつ苦手そうなものとか知らねえかな。
いやもうおかしいやろ。刻みの苦手なもの？そうだな、具体的に聞いたことはないが、以前黒崎のバイトを手伝った時はすごく嫌そうな顔をしていたな。もうバイト？バイトって何のバイトだよ。確か天神ハイランドの戦慄迷路学級の。あーなんか怖いやつ、お化け屋敷。ちょっと待ったー島田、あんた何かって言うと刻みくんのこと敵視してたよね。なのに遊びに誘うとかなんか変だと思うんだけど。いや変だろ、遊びに誘おうと思うんだけど苦手なもの知らねえってまずおかしいだろ。いや誰もが気づく。ああ今チッって言った、言ったよね。かわいい。言ってねえよ。言ったよ。言ったわよ。どうせまた人をはめてやろうとか企んでんでしょ。みつき、そう興奮するな。ほんとでも男勝りだよな。そうだぜ山本。なんで左から声聞こえんだ。眉間にシワとか可愛い顔は台無しじゃん。やめろ。ま、怒ってる顔も俺は好きだけど。うん、やめろ。気持ち悪っ。うわ気持ち悪っ。島田は美月の左頬にそっときて、いや気持ち悪っ。殴れ。あ、思いっきり殴れ。袋やれ。あんたね。思いっきりぶん殴れ。なあ袋変身せ、ウルトラセブンにてアイスラッカーで首切れ。お前なんてこと、なんてこと。こんなに取り乱したら美月も気づくだろう。黒い、うるさい。にやりと笑って。じゃあな、俺そろそろ帰るわ。何のくだりよこれ。こら帰、ちょっと待、逃がすか。美月落ち着け、椅子はまずい椅子は。やれやれ、思いっきりやれ、もう一分殴れ。へって、気持ち悪。扉の向こうから美月の怒鳴り声が聞こえてきたが、気に留めることなく賑やかな瀬戸返す後にした。え、これじゃあなんか変わる。これで準備は整ったぜ。お前あとはあいつに。お前何の情報も得てなくない。目を凝らしてみ、ちょっと飛ばし気味にいい。おい今日も一人でどうすんのこれ。待てって言って。いやいやいいって、お前うるせえな。ちょっと待てよ。人の顔見るな。これ獲物とは、お前以外に誰がいん。ほう、帰り投げんのか。今日の俺はビル風に愛され。いや分かった分かった、そのうるせえ。んだよ、いい加減面倒だなお前。もう思いっきり殴れ。あーてめえにだけは絶対。で結局どうすんの。俺は一生一人だ。あったね。絶対。ん、おいおい、これ怖いのなんかあんの。おいお化け。お前だけバカにしたつもりはないんだがな。いやちょっと早く。意味わかんねえ。うん、そうやっていつまでも余裕かましてられると思うなよ。はよやれ。これでも食らいやがれ。これ何、何。ある日3人の少年がとある廃屋に忍び込んだ。ん、唐突に何を言っているんだお前。これでも食らいやがれか、あのある日。でも誰もが怖がらんやろ。いいから聞けって。だって島田もおもろいかも。そこは何十年も放置されているかやぶき屋根の古い廃屋。ねえ、そういう努力できんだったらもっと他にみんなに好かれるようなことできたやろお前。板張りの床や壁はボロボロで、散乱した家具の上には土ぼこりが積もっていた。一人は台所、一人は寝室を。殴れもうこのタイミングで。そしてもう一人は古い将棋盤が置かれた居間を調べ始めた。刻み聞いてないやん、どう見ても。ほこりまみれの盤面を静かに払うと、赤黒いものが点々と付着していた。しょうもい。道路っ端で、することじゃねえって。血だ。早まる鼓動と息苦しさを感じながら、ふと天井を見上げる。するとそこには、先端に丸い輪が作られたロープが針に吊るされていた。頑張って考えたんかな。ガクガクと足が震え、思わず視線を下げる。なぜ今まで気づかなかったのか。そこには歯に赤黒いものがべったりとついた錆びた包丁が落ちていた。恐怖で絞り出された叫び声に、他の部屋に行っていた仲間も集まってきた。将棋盤の血痕、
吊り下げられた異様なロープ、そして血のついた錆びた包丁に、その場にいた全員が凍りつく。しばらくするとギーギーという物音が頭上から聞こえてきた。長いな。恐る恐る天井を見上げる。天井から吊るされたロープが一人でに動き出し、円を描くように大きく回転していた。一瞬で頭の中が真っ白になった。何度もつまずきそうになりながら、我先にと外へと飛び出す。ちゃんと聞いてる刻みもいいやつだよな。今だけこれでもう大丈夫そう思った瞬間だった。廃屋はものすごい大きな音を立てて崩壊した。ガクガクと震えながら、早くここから立ち去ろう、誰もがそう考えた時、崩壊した廃屋からギーギーとロープのきしむ音が鳴り出した。終わり。ででって、世にも奇妙で怖いだろうが。そうかそうかってなんだよ。お前全然ビビってねえじゃん。つかビビれよ。てか怖くねえんだよ。楽しそうだな。夜にやれ、夕方にやんな。うっせえ全然聞いてねえじゃねえか。お前めちゃめちゃアホだよな。ここは引くしかねえな。怖い。膝に見っけて怖い話して引くしかねえ。これは勝利への撤退。いいか、これで勝ったと思うなよ。いやもうほんとしょうもない。マジでしょうもないじゃん。あとはもう変わんないのが焼きそばパンになんのかな多分。くしゃー昨日は散々だったぜ。お前アホすぎんだよ。うん、変わんなかったね。なんか通遊ぐらいのくだらな面白さが今回あったな。まあ、あの島田の最後はブックオブシャドウズにあるんで、皆さん見てみてください。ちょっと俺も見返そうかな。まあブックオブシャドウズだけ見てれば本当にただの気持ち悪いやつだったけど、これ見ればちょっとこいつおもれやなとなったね。まあちょっとキャストメッセージも割と解放されたのかな。あーやべ、めっちゃいつもか結構増えてんな、ゆきちゃん。いやどうしよう、島田見るか聞くか。はい、ということで、島田海役と田口翔吾役の坂巻学と申します。皆さんお久しぶりです。いやー今ね、本当にたった今収録が終わったところなんですけど、もう8月かってぐらいのもう汗ダクダクですよ。今回ね、あの島田海の方をメインにやらせていただいたんですけれども、エクストラチャプターもう叫ぶ叫ぶ、もうなんだろうもうとにかくしょっちゅう叫んでるんでね、もう代謝がめちゃくちゃ良くなりましたね。田口もでしょ。でもいや本当に、でもこんだけ島田であの喋らせていただいたのは多分初めてじゃないかなっていうぐらいだったので、まあそうだな、あの楽しく収録させていただいたし、あの僕自身島田くんのいろんな面が見えたシナリオだだったですね。そう思うんだな、はい。まあ、皆さん遊んでいただいたということで、まあ、本当に分かっていただいたかもしれないんですけど、あの島田くん、まあ、刻みのためなら本当に何でもやる男で、例えばあの猫とかですね、あのカエルとか動物を捕まえてきたりですね、これ大変ですよね結構、まあ、カエルなんてどうやったら捕まえられるんだろうって感じだし、ね、猫もあのね、え結構大変ですからね捕まえるのは。それを捕まえてきた、まあ、苦労を惜しまない大変な努力家だし、怪談話もね実はあるんですけど、この怪談もねやろうと思ってすぐ話せるもんじゃないですからね。僕も家で練習しましたから、ね、これ多分島田くんもね相当家で練習してると思うんですよね、ブツブツ。いやこれもね相当な苦労というか、まあ、本当に努力をしないとできないことですから、まあ、彼はね結構、まあ、頑張り屋さんですね本当に、うん、自分の目標のためなら頑張れるすごい男だなと思いましたよ。でそのね練習してる姿を想像すると可愛い本当にね。確かにな。まあ、島田くん結局刻みくんが大好きなのかなって思っちゃいますね。はい、って感じで、今回もありがとうございました。あと田口くんもですね、ちょこっと出てますので、そちらも楽しんでくれましたでしょうか。ということでまた次回
登場できることを願ってありがとうございました。坂巻学でした。あーまあそっか、田口と同じそっか声優さんだ。今思えばエミちゃん聞きてえな。エミちゃん聞いていい？浦部エミ役の森谷さとみです。はい、コープスパーティーブラッドドライブプレイしていただいてありがとうございました。はい、今収録が終わったばかりなんですけれども、はい、今回のエミちゃんはまたあの平和なシーンが多かったので、そうですね、実際にどういう風にストーリーが進んでいってこのコープスパーティーシリーズが、ま、終わってしまうというのがすごく寂しいんですけれども、そうですね、どうやって完結しているのかすごく今気になってしょうがないです。早く私もゲームプレイしたいなと思っています。僕もです。たくさん遊んでいただいて、はい、周りの方にも一緒に広めていただけたら嬉しいなと思っております。はい、遊んでいただいてありがとうございました。ではまたまたお会いしましょう。森谷さとみでした。すごい丁寧、丁寧だ、すごい丁寧。黒崎いくか。コープスパーティーブラッドドライブ、クリアおめでとうございます。あ、まだしてないんですけどね。ということで、黒崎健介役を演じております。白蘭高校だよ。夜長翼です。はい、ということで、コープスパーティーもなんとこれでね、4作目かな、終わってしまうというかね、はい、あの天神小学校編が終わっちゃうということで。そうです ね、はい、なんか、ね、あっという間でしたね。確かに、うん、まあ、今回のこ あのブラッドドライブに関してはですね、黒崎くん死んでません。そうですね。てかみんな死んでないね。あの今まで出させてもらったシリーズ通してですね、はい、ひざみーって言いながら死んでったシーンがやっぱり印象的ですね。確かに、ぐちゃぐちゃなったし、なんかそのシーンがあってからこう白弾の話があってこう振り返っていくと、なんかいいのか、うん、いいんだよいいんじゃないですか、ね、思いたくなる話ですよね。なんか、うん、いいキャラクターというか相変わらずこう巻き込まれ方なのかなと思いつつ、でも黒崎くんは最後までいいやつでしたね。いいやつでしたよ。エロいいやつ、うん、確かに、まあ通遊で暴走してたからな。ありましたね、はい、ね、なんか触手に縛られているのを見ながらうおーって興奮していたの、うん、通遊じゃん。ゴリゴリ通遊だ。思い出しましたね。うん、すごい面白かったですね。でもコープスパーティー自体はすごくこうね、怖い話なので、はい、あのプレイしてくださってる方もね、こうダミーヘッドでこう耳からこう突然横から聞こえてきたりとかね、後ろから聞こえてきたりみたいなこう恐怖心を味わいながらこうゲームができるっていうのはこのコープスパーティーならではじゃないかなと、すごくこうシリーズを通してね思いますので。確かにそうだわ、ね、なんかそんな中に自分がこう参加できてとてもこう良かったなと思います。ぜひね、ちょっと怖いかもしれないんですけどやってみると面白いよ。いろんな要素がいっぱい含まれてますからね、ぜひ、もうちょっとね謎解きしながら、こう脱出できることを祈っております。はい、黒崎としては皆さんが無事にね元の世界に帰れるように祈っております。まあ僕死んじゃったんですけどもね。確かに。この中では生きてます。いや死んでる。だからね、そういう部分も全部こう含めて楽しんでもらえればいいなと思いますので、これからもね末永く、コープスパーティー応援のほどよろしくお願いします。ということでここまでお付き合いしてくださりありがとうございました。黒崎健介役を演じました、夜長翼です。またどこかでお会いできたらいいな、会いたいな、応援のお声をたくさんくれたらいいな。じゃあまた。なんかすごい爽やかだな。ちょ次女性キャラ行くか。トーコちゃん行く？あれ？トーコちゃん。コープスパーティーをお楽しみくださった皆さん、コンプリートおめでとうございます。まだ。桐崎トーコ役の吉田聖子です。まだしてないんですけどね。コープスパーティーはシナリオがとっても丁寧に作られていて、はい、毎回台本を読むのがすごくこうワクワクする作品でした。はい、トーココちゃんみたいなハイテンションのキャラはあんまり演じたことがなくて、こう自分の精神年齢を小学生ぐらいまで下げないと作れないキャラだったんですけど、あ、そうなんだ。こう小学校の時に好きだった男の子を思い出しながら作っていくのがとても楽しかったです。なるほど。ゆうやのことが一番だけど、あんたのことも気にしといてあげるから、また会いに来なさいよね。ファンの皆さんの応援があれば
またどこかで瞳子を演じることができると信じてます。ありがとうございました。なんか落ち着いてるな。なんかね、ゲームならと女の子女の子したけどいいな。やっぱこう、やっぱキャストメッセージも醍醐味みたいなもんだからね。じゃあ袋行く？袋井雅人役、菊本平です。はい、ゲームのクリアおめでとうございます。いや、まあ、天神賞シリーズ完結戦ということでしたがいかがでしたかね。まだクリアしてないんだけど、今回はね、袋井くんが絶叫したりするシーンがあまりなかったんで、少し物足りない気がしていますが。絶叫してたよね。その代わりね、甘酸っぱいこう青春の1ページともいえるシーンがありましたね。あ、女子の何気ない一言に勘違いをする男子。台本を読んだ最初の印象が、袋井可愛いやつ名でした。わかる。その感じ伝わりましたかね。伝わってるといいな。伝わりましたよ。叫んだりする声が聞きたい方は一作目からまたプレイしてみてください。新しい発見もあるかもしれません。ないだろ。それではまた袋井くんに会えることを願いつつこの辺で。菊本平でした。いや、もう新しい発見はさすがにもうないでしょ。あ、こここうなんだみたいなあるんかな。じゃあ美月ちゃん行くか。美月役を演じさせていただきました、はい、小松遥です。まあ、今回でファイナル完結ということで、私も、以前からこう出させていただいておりましたけれども、はい、まあ、前の時とかはですね、まあ、いろいろなこう分岐というかパターンでいろいろなこう死に方をしまして、かなりこう演じながらも怖い思いをですね、すごくしていたんですけれども、まあ、今回はどちらかというと、まあ、平和なこうシーンだというか微笑ましいシーンだったりとかしたので、ちょっと個人的にはほっとしました。確かにな、本編には出る子なのかな。なんだろう、収録の時にですね、以前ダミーヘッドマイク使わせていただいたのは実はコープスパーティーが生まれて初めてで、あ、こうやって収録するんだっていうのがすごく感動したのを覚えてますし、コープスパーティーのグッズでチッシュっていうティッシュをいただいたんですよ。チッシュ、ティッシュなポケットティッシュなんですけど、血ついてるのか。髪が赤くて真っ赤に染まってるチッシュっていうティッシュにすごい感動して、でももったいなくて使えなくって、今でもそんなチッシュは、私の宝物になってます。面白いな。というわけで、今回も、美月役として関わらせていただけてとっても楽しかったです。ありがとうございました。いや、なんか白檀のメンツを今聞いたけど、ここ誰、ここ誰なんだろう。まあ、ゆきちゃんいるし、あとはまあね、森重とまゆちゃんいるけど、まあこれまた次回にするか。あとまだ結構いるんだよね。まあ、これをまあ後々やれば出てくるでしょう。なるほど。まあ辞典とかもまあちょっと更新されたよね。浦部恵美ちゃん、白檀高校2年、美月東子だ親友同士、大人そうに見えるが、うちには熱い情縁を秘めており、ボソッとよくツッコミを入れる。まあこれは 2U で一番発揮されたよな。で、大川も出てきたな。大川はね、岸沼とね、なんか会ってたけど、白檀高校2年、装飾系の頂点と呼ばれるインド派で、片山とはゲーム仲間で親友同士、仲良くなりてー。俺もこっちタイプだからさ、片山、2年、大川とはゲーム仲間で、美少女系のゲームに、設定、えい。これなんて読むんだ俊敏。なんて読むんだ。袋井とも仲良く、生徒会層を遊び場にしている。うん、生徒会層遊び場ってすごいな。で、キサラギ、キザミ。白檀高校2年、幼い頃から人の痛みや感情を理解できず、疎開感を感じながら生きてきた。常に仮面をかぶって人と接しており、本当の自分を見せたことはない。何かと島田に突っかかられて迷惑している。妹が欲しいのではなく、兄のようになりたかったと自我を失う寸前に気づいたが。まあ、これはブックオブシャドウで、深掘りされたのかな。確かそうだよね。で、トウコちゃん。美月、エミとは親友同士でみんな占い好き。刻みのことが気になっている。気になってるっていうかもう大好きよね。ね、本編ではもうとんでもなかったけど。で、黒崎。野球部だが生徒会の連中と仲がいい。人当たりのいい性格で誰からも好かれる。しょっちゅう生徒会室に出入りしており、美月のことが好き。まあね、人から好かれるっつってね、刻みも大切にしたら、そのせいで死んじゃったんだけどね。いいキャラがどんどん死んでいく。本当に。で、島田海花、毒もやってる女好き。一部の女子には人気だが、身近な女子には敬遠される。密かに女子人気の高い刻みを何かとライバル視しているが、刻みには全く相手にされていない。まあ同じ高校の生徒だったら、まあ目の保養とかにはなるけど、別に惚れたりはしないってことだよね。柚月美代、これは見たか。あと白檀のメンツで読んでない人は袋井か。
生徒会長、昔いじめから救ってくれた黒崎とは親友同士、あ、そういう、そんなことあったんだ。面倒見がよく、人望がある。美月のことが好き。美月ちゃんもモテるよな。罪深い女やで。ちょっと待って。っていう美月ちゃんどこにいた？あ、いた。なんか結構バラバラ、これ、あれかな？ 5時40分みたいな感じか？生徒会初期、しっかり者で姉御肌。男勝りの面もあるが、根は純情。最後の最後、刻みに殺されそうになったロケ。まあ、殺されちゃったんだけど、殺された時はすごい男だったよね。はい。ということで、今のところキャストメッセージは、まあ、白檀のメンツを見たのかな。じゃあ次回は、まあ、チャプター5よね。これ感覚的に5、6、7、8、9、10とかで終わんのかな。キリ感じだし、まあ、ここにエクストラチャプターが出ちゃったからね。10ぐらいで終わりそうだなって想像したやつ。俺森重将軍軍働くんだろうなね。森重将軍軍ってね、自分が楽しみにしてるゲームが終わるのが嫌だから、ちょっと先延ばしにしちゃう将軍軍なんですけど、働きそう。しかも完結編だからな、怖えなありそうだな、俺めちゃめちゃありそう。もう次のパートの更新も3週間後になりそうだもんね。え、終わろ、寝る。